報告になりましたので、えー、ただいまからあの5回モビリティロードマップにあり方に関する研究会を開催したいと思います。あのまだお一方あの座っておりませんけど、あの始めさせていただければと思います。あの本研究会は、えー、ライブ配信を実施しており、えー、また終了後にはデジタル庁ウェブサイトに、えー、録画の公開が行われますこと、あのご承知おきいただければと思います。えー、それでは初めに。 えー、統括官の村上より一言ご挨拶を申し上げますよろしくお願いいたします前回も勝ったつなぎのいただきありがとうございましたで、今日はあの地域公共交通の考え方の部分でございますとか、えー、それからあ失礼しましたあの全国の道路の利用状況等の見える化 とうとをまたお二人の指揮者にご説明いただくと同時に今日はあは閣僚にあのご協力をいただいてお時間を作っていただいてどうもありがとうございましたあの改めてでございますがゆくゆくつながりますあのモビリティのロードマップはデジタの検討会ではなくて閣僚と一緒に検討しなくてはいけないこと、まあ、要するに閣僚が検討していることも含めて全部ロードマップには入れてこれを閣議決定までしっかりと持ち上げていくというプロセスでもございます。 あのそういう意味でも各省の皆さんがやってること自体ロードマップの中に入るべきことというふうに理解をしておりますしまあその中でこうした場を通じて相互理解を深めたりあのお互いのプライオリティやあや相互に気づいてない論点の調整等があればそれを積極的にしていければというのが狙いで今日はまず 各省の皆さんからどんなことを議論されているのかということを中心に簡潔にご報告をいただく場というふうになっております。あのいい勉強させていただければと思ってます。皆さん本日もどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ,あのなんか続いて私からも挨拶をすることになっておりますので簡単に、えー、あのさせていただきます。あの。 本当にお暑い中、ありがとうございます。えっ、ー、と、今日はですね、今の村上さんからございましたように、お,お二人の宿舎の方からの,あのごプレゼントですね、えー、中心というか、本当に一緒になって進んでいただきたい各省からもですね、あのプレゼンをあのしていただきます。えっ、ー、と、私の最も大事な役割はあの、タイムキーピングでございますので、あの <laughs>、 プレゼンをなるべく簡潔にで、かつ質問もなるべく簡潔にお願いできればと思います。でそれと、あのー、とは言ってもですね、12時半まで長丁場で予定しておりますけども、なかなか収まらないんじゃないかなというふうにも、あの私であの諦めているところもございましてですね、あのー、ちょっとええあの延長がありうるということもですね、 あの、えー、頭の片隅に置いていただければなというふうに思いますし。あの、ダメな場合には、十二時半で、あの、ご退席いただくということも、当然のことでございますので、よろしくお願いをいたします。で、最後に、やっぱり、これから、本当に、あの、これからの、日本の、あの、司令塔って言いますか。東大機能を、あの、果たし得る、あの、いい。 ロードマップをです、ね、あのぜひあの有識者の皆さんあの、各省の担当者の方々とともにです、ね、作り上げていきたいと思っておりますので、あのその場としてあの、この研究会、あるいはそれに引き続くモビリティワーキングで、えー、きちっとした議論をです、ね、してまいりたいと思いますので、そちらの方があがより大事なお願いでございますけれども、よろしくお願いをいたしまして。 ちょっと長くなってしまいましたけれど、ご挨拶とさせていただきます。もうここからちょっと私あれかね、<laughs> あの全然進行しなくて申し訳ないあ。あいえいえはい。それではあの最初にですね、あの東京大学の特任教授の中村先生よりプレゼンをお願いいたします。のみさんおはようございます。ただいまご紹介ずかりました東京大学の中村でございます。自分のパソコンで共有いたします。 あ、あの改めまして、あの、本日はあのお呼びいただきましてありがとうございます。えっとあの15分ということ、すっかり忘れてスライドを作りまして、今お,お手元には相当な枚数ございますが、えっと発表はえっと15分きっかりで、えっとその中からピックアップしてやらせていただきます。えっと自己紹介はあの後で見といてください。あの、えー、今はあの sip の第3期ということで、石田先生のもとでもお手伝いさせていただいているものでございます。で、あの雑誌に掲載をしているとかいいです。 でえっと、あのこの都市交通の話をさせていただく、えっときに出だしに使っているスライドがいくつかありましてあの一般向けの公園等でそれが少しありますが例えばこれは一昔前のダラダダスですけれどもやっぱり街の中がちこれ水色も紫も緑も全部駐車場なんですけども、えっと、こういう街にするってことがでいいのかというのが僕の中の問題意識の一つです。 それからこれは国道16号の横浜市磯子区の部分ですけど直轄なんですが、えっとまあ、いろんな事情があってあのどなたかを責めるとかじゃないんですけども現実には、まあ、歩道があるところはそもそも少ない、えー、あってもこう非常に厳しいところっていうのもまだまだあるなんて状況です。で同じく、まあ、長く横浜におりました、ね、横浜のデータが多いんですけれども。えー 例えば横浜で平均の移動回数を年代別性別にとってみてそれぞれ車の自分で利用可能な車があるかないかで比べるとやっぱり車の利用が可能がある人という方がまあ 平均して出かける回数が多いで、車がないってことが出かける回数が少ない、これはどこかで車をギブアップすると出かけることが減っていく、特に75歳以上女性なのかなり顕著ですけれども、まあ、あのこれ縦軸がちょっとゼロじゃないんで、あれですけれども、まあ、こういうようなデータはもう集めるすぐに集めることができる。こんな中でやっぱり 何のためかっていうと特に最近鉄道を残すなんて議論がよくされますが僕らとしてはまあ地域を残していくで自動運転に関してもえっと手段であるとそういう意図でやってますでその先にあるのは外出できるってこと健康に過ごせるってこと町が賑わうっていうことであり、えー、それをえっと各自が主観的には、えー、幸福を味わえるという、まあ、そんな議論をいつもしております。ででその中でえっと 交通計画の中ではあの、経済学の話とか、いろんなことをつなぎながらやっていって、その交通の需要の研究ってたくさんいるんですけども、基本的には派生的需要、本源的需要って言い方をして、何か活動があるから、えー、出かけるんだと、移動するんだと。これが派生的需要で、で例えばあの電車が好きとかですね、えー、そういう動いてるところの景色が好きっていうのは移動自体が目的になるんですが、 まあこの派生的需要の中身もいろいろあってかなり義務感の強いものからえ非常にこう義務的じゃないものがあるまた非常にあのイヤイヤいやいや行くお仕事とえ今日もそうですがとても楽しくえーえー期待してるお仕事とがあってこうやって分けた時にどこを応援すべきかやっぱり応援すべきところは散歩お出かけも含めたこの辺りのエリアのところを 応援するこれから先の、えっと、公共交通にしても他の移動の仕掛けにしてももちろんあの我慢しなきゃいけない仕事もたくさんあるんですけどもより応援していくのはこの緑の部分じゃないかななんてことをやってますそういう中で、まあ、スマートモビリティプラットフォームの構築というところにもおるんですけどもこの単語に関してはちょっと思いがありましてモビリティって言葉は自分が若い時は必ずしも移動体という意味では使ってなかった記憶があります。 で現実に、例えば、モビリティマネージメント、移動体って言っちゃうと、モビリティマネージメントが移動体の管理って役になってしまうし、それはちょっと困る。やっぱり、モビリティマネージメントは、人の移動の考え方と行動を見直してことだとすれば、どうだろうかと。マースに関しても、これを、このモビリティを移動体って訳しちゃうと、一つのサービスとしての移動体って役になってしまう。これもやっぱりちょっとなんか都合が悪い。だから えっと、一方でさまざまなサービスを束ねつなげて一つの移動体のように成長するってことに行ってくとすると、まあ、移動体あるいは移動のしやすさという定義スマートはスマートシティ今私の所属もスマートシティデザイン研究社会連携講座ってことでスマートシティの社会人教育等々もやっております。 日々学んでるところなんですけど、まあ、歴史がずらっとあっていろんな先生がおっしゃってるんですけど僕の中ではどうも3つに残ってて、まあ、1つは当然賢いなんですけども、えー、その中を分けていくとやっぱり目標がやっぱり少しスマートだねっていう言い方をされる時が1つそれからやり方がスマートだねってこでこ,こから少しこれがそのデジタルとかコ,コンピューターとか今だともう人工知能とかってなるけど そのもう一つで、やっぱり考え方の枠組みが、あこの人賢いな、この話とこの話をつなげていくとか、ここを超えて理解する、ここのスマートさっていうのも僕は好きで、まあ、ありいに言うと横串なんですけど、横断的、学際的、対応なしで、こういうふうに考えれば、スマートモビリティという言葉ばも、まあ、環境に優しく最新技術、そしていろんな側面をつなげていく考え方、えー、そしてそのための情報のサービス等々まとめて言うというところでいいだろうと。この辺を飛ばしますね それで,でそういろいろ社会課題も変わり技術も進んでいく中で一つは、まあ、シェアリングとかオンデマンドとか回す自動運転ドローン等っあってもう一つが実現プロセスの中でデータサイエンスから出てくる。で僕の中では えっと右側は今日もう時間全然ないので話しませんけれどもデータサイエンスというデータがあるってことでえっとデータ自体今でもチャット GPT とかリフュージョンなんとかとか見てると,えっと彼らがいろんな案を作ってくるかもしれないけどもそれを比較して議論するところっていうのはやっぱり人間がいるって意味でえっとその意味でビジョニングを支えてくれるから必要な予測はもう予測を当てていくというところに関してはどんどん進んでいくでそれは何使うかっていうと、えっと いくつか選政策選択肢を選ばなきゃいけないときに、それを事前評価する、あるいは思考的にやってみる、アジャイルでやってみる、少し進んできたときに、その先にちょっと振り返ろう、振り返ってみましょうときに、今までにはないような、えー、いろんなデータで振り返ることができる、そういう意味も含めたバリデーション、このあたりのところっていうのは、あの自分らが、えっと、学生のとき、あるいは 教員として大学で教えている都市交通計画の教科書の枠の少し先のところに行くんじゃないのかななんてことを思ってますちなみにちょっと個別の話題ですけどシェアリングに関してはこれはまあパリですけどやっぱりあの道路の車道部分を切り替えていって歩道はキープしてるっていうあたりが僕は好きですただ、えっと、事例をいくつか見てみると,、えっと公共交通の利用から行動が変わっている事例これをどう考えるか。 あるいはやっぱり修理、放置があってコストが上がって、このコストをえっとどう考えるか、それから仮にですけど、いろいろチューニングがうまくなくって、道路混雑や事故が増えてきたとき、その影響をどう考えるか、これが全部、いや、これは新しいビジネスでスタートアップだから、そこでえやってね、頑張ってねではない、あっちゃいけないと思うところです。自動運転に関しては、ちょっとこの場ではとても非常にこうえ恥ずかしいんですけども、その商用車、 僕の中では特に商用車と小さい車が自動で走っていく、これは一番ちっちゃいのは、えっと、スーツケースが自動で動くまでいきますけれども、そういうものも含めて、えー、技術は進んでいるで、境町は何回か行かせていただいて、やっぱり、えっと、非常に素晴らしいと思います、ただ、今のところ平均すると1人ぐらいであるってことなどが、少し議論はあるとは思っています。ただまああのある 今の時点で全てを評価するということが決めつけるとことで全然正しいと思わないんで今後これを生かして街をどうしていくのかこれの横にちょっと後ろは違うんですけどいくつか路線バスが残っていていろいろ調整でご苦労されてますあの皆さん好意的なんですけどあと調整にいろいろ手間がかかってらっしゃる。それで えっと、単発的にいろんな施設をボコボコ作ってるけど町としてそれをどうしていくか、えー、その後のまだ課題が残ってるこういうことを考えていくとこれからまだまだチャンスかそのチャンスのきっかけをこのバスが、えー、やってくれることは間違いないんですがこれ今走ったからこれでもうゴールですねってことでは全然ないというのが僕の理解です。 マウスに関しては、これもいろいろお世話になっていることですけども、えー、まあ右側の青い四角ですが、手間が省けて、課題解決等々って書くんですけども、実際に見ていると、えっと、もっと地域課題をに踏み込まなきゃいけないなとか、 事業者のエゴはもう少し抑えてほしいなとか障害のある方々移動に困難な方々を後回しにしてるのがちょっと見えすぎてちゃいけないなとか日本語難しいんですが、えっと、今日の午前中もそうですが今日午前中の山手線に関してはいろいろまた自己評価できるのと思いますが緊急な時に情報が全く使えなくなるってことの方がやっぱり心配だなとか。 あと各地であるのは実験,実験がうまくいくと、なんかそれで満足して打ち上げして終わっちゃってはいけないなとか、あるいはあの日本で交通のサービスは民間の会社がいろんな形で入るこれはいいところもたくさんあるし、その歴史の中で鍛えられて強くなってらっしゃる方も多いんですが、じゃあ実際にどの場面は 競争的にやってて盛り上げていくのかどこの部分は競争しないってことの方がいいのかこういう仕分けが分かってるようで僕なんかまだまだ時々悩みますそして具体的な車両の企画駅の企画あるいはバス停の企画もそうですがどこでオリジナリティを出すのかどこは一緒にするのかそれは何のためなのかっていうところがまだまだ整理が必要なそんなことをマースの勉強しながら日々感じてるところでございます 地域コースのリーデザインはあの、たまたま交通政策審議会の地域交通部会の部会長を2019年からこの間の春まで仰せつかっていたので、非常にたくさん勉強させてもらいましたが、僕の中の理解、まあ、これは国もこういうふうにおっしゃっているので全然いいんですが、えーと、地域の中にいろんな活動があり、それらは支えるのに移動がある、交通がある。と。 その中のある部分を公共交通といわれるものがになっていて国の今の言い方でいけば葉枝幹とあって幹の部分に鉄道やバスがあるとでこのまず1つはここら辺のところは当たり前ずっと言われていることあるけども一緒にやっていくということを具体に進めるにはどうすればいいか今かなり具体的な施策とつながってきています。 しかしながら、これがここだけで済んでてはいけなくて、本当に地域のいろんな課題とつながっていくには、どこをどういうふうにやっていかいいのか、相論は割といけます、でも格論として、例えば高校生をもっと元気に明るくしてもらうために交通側でできることは何なのか、じゃあそれは駅なのか、ダイヤなのか、運賃なのか、じゃあ運賃どうするのか、こうやってくると、結構具体にはつらいんだけど、でもそこまでやっていかないといけないと思います。 でリーデザインっていうのは、この僕の理解、当初の理解では、この部分を具体的に再構築していくためのいろんなものだと思ってました。それから、協調、ここがいいんですけども、官民連携っていったときにも、官といっても、基礎自治体、都道府県、国でだいぶトーンが違うし、いろいろな 政策分野がありその横にもちろん交通の分野があるけど交通といっても運輸行政の交通と交通管理の交通と道路管理の交通っていうのがあって今日も各庁いらっしゃるんですけれどもここをえっと見極めあのちゃんとつないでいくということもこれも当たり前ではあるんですけども改めて言っていかなきゃいけない民といっても運輸事業者以外にその横のベンダーの方々もいらっしゃれば、えっと、それ関連する分野も民間の企業がたくさんいらっしゃる住民もいらっしゃる私の もここら辺かなと思うんですけどもえここを一緒にやるっつうのが何なのかどうするのか具体的にどっからやっていくのかえ課題は多いと思いますで、公共交通に関しては僕はいつもえっとこういう単語を使っててまず人,人々の側から見てばっかりですけど移動が選べるということそれから移動で不自由と思わないということこれ上の2つそれから駅やあの全部がオンデマンドで家の前ってことはえが いいいととはは思わないとここががあるのでそこは説明省略しますが、まあ、駅やバス停というものが必ず残るそこに歩けるということそして人々が1日5本のバスであれ1日20本のバスであれ雨でも遅れるにせよそういう状況も含めて信頼できるというところに持ってくるということ。 そして、待つことや移動すること自体は苦痛であってはいけないということ、ここら辺を狙って政策の順番をやっていくこと,ことが大事だということを、特にプランナー向けには言っているところでございます。それでででバス会社同士で戦うのではなく でバス会社、公共交通と自家用車で戦うときもあってもいいけど今、地域によってはそこも一緒に組んで自家用優勝も含めてで外出をしない人たちを引っ張り出すというふうに見るんだろうと思うことが一つそれから交通手段の転換という議論をよくしますけれども僕の中ではあの専門的には真ん中のチョイス層というんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、いろんな定義があるんですけども分かりやすい例でいくと1年間ほぼ1000回動いている中の何回ぐらい自家用車乗っているかというその比率で見,た見,見ましょう。 でその時にいろんな人たちがいますかなり公共交通に乗ってて盆暮れ正月だけ車って人もいればほとんど車で時々公共交通でもいらっしゃるとそれでじゃ政策的にどう考えるかっていうとよく言うのは、まあ、こういうチョイスの人たちに対して、えー、少し車の利用頻度を年間減らしていくというのが一つあります。で一方で、ね、で場合によってはなんですけども まあ車で出かけてる部分は必然性があることが多いからそこを問わない。だけどもっともっと楽しいことを作ってこっちを増やそう。こういう発想もありますあのい,い悪いの議論とは今日はしませんがまあどっちを狙ってるのかということあるいはどっちをどう狙ってるのかということの議論はもっといるだろうと思っています。それでやっぱりあの利用してほしい人たちから見たときにちゃんとしたスペックがあってそれがえっとちゃんと伝わっているのか。 でそ,のえっと、それを作り上げるときのマネタイズも含めてえいろんな連携をするような形でそれもあの使ってほしい人々向けにちゃんとつながっているということで情報も、えー、困っている人に届いているか。 例えば、大昔の自分の仕事であった実際あったんですけど、車間を転換をしましょうっていう看板をバスの車内につけても、あのバスの車内に乗ってきたうバス乗ってるわけですから、しょうがないわけで、車を利用を自粛しましょうって仮に言うんであれば、車の利用者に言わなきゃいけないんだけど、案外とそれができていない。供給がなしってたくさん議論されてらっしゃると思うので、今日は省略しますが、やっぱり、えっと、お金が、えっとま、を回すときに、あのあの 補助金というふうに言うと、えー、分かりやすいもののそれによって地域が変わっていくというのであれば地域の投資っていう見方をもう少し前に出せないかそれからえっと僕が大好きなブラジルの町がそうですがある町がそう桐島はそうなんですけどもプランニングとマネジメントとオペレーションの中での官民の割合役割分担をこう少しずつ動かしながらえっと 一番ベースのプランニングのところに行政が責任を取れる形を持っているとかそういう形の議論というのがあってデジタルの時代ではそれがもっと進むんじゃないのかなということを思っています未来に向けても最後の方に行きますけれどもやっぱり目標の再設定それからいろんな経験を進化させること 今日飛ばしましまた公共交通の範囲を運輸事業とは別次元でシェアサイクル等も入れながら定義していくで、移動を作っていく、そういうところの中で価値創造の話とか新技術、都市をどうやってサイクリックに地域を管理していくのか、こういう議論がいると思います、まず安全はそうですけど、多様な価値がいるだろうということ、それから検証、ビジョニングを、えっと、これ、さっき申し上げました、きちんとやるってことにもっともっともっとデータもたくさんあっていいし、使えなきゃいけないし、含めて。 それで、それをもとに、別に四半期とはこだわりませんが、モニタリングしていく仕掛けがいるだろうと、そんなことを思っています。15分です。以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではあの、ディスカッションしてまいりたいと思います。どなたからでも結構です。いかがでしょうか。それもいない。目に合っちゃった。日高さんどうぞ えっと、マステックジャパンの日高さん、中村先生、ご貢献、お話ありがとうございました。ちょっと内容を噛み砕いているうちに、ボケとして質問考えてなかったです。ちょっとさっきの、何ですかね、モビリティっていうものを、まあ、ど,うどう見るか、まあ、乗り物ではないっていうところで、先ほどシェアリングについて、 まあ便利であるけれども公共交通が減ったりとかまそれを維持するためへのまあ社会的なちょっとマイナスの側面もあるんじゃないかという話もあったと思うんですけれどもやはりちょっと一個一個のモビリティっていうのが速いとかたくさん乗れるとか安いとか高いとか柔軟性があるいろんなプロパティあると思うんですけれどもさらにそれを外側に広げていくときになんかどういうふうにモビリティを定義すべきか。 多分私ももともと鉄道出身なので、鉄道についてはこういうことあるだろうなと思いつつも、じゃあタクシーってどういう側面があるのかとか、ドライバーって今後増えていくのか減っていくのか、自助、共助の共助についても、本当に一般のドライバーの人って日本の中にどれくらいポテンシャルとしているのかとか、結構いろいろ考える必要があるなと思って、今後ちょっとデジタルでそういうデータをどうやって取っていくかとか、定義していくかとか、それをもとにどう判断するかっていうところ、 で考えると、そのモビリティっていうもので指標っていうのをどう評価していくのか、なんかそういうスキームがあるのか、それともこれから作っていかなきゃいけないのかでいうと、ちょっと先生のお考えもしあればですね、例えばあの、1キロあたりの事故率とかって出てるようで、ちょっとそんなに、 あらゆるモビリティを通して出せるかっていうとなかなか難しい。じゃあ、どのモビリティをどの地域どういうふうに実装するかっていったときに、まあ、結構専門性も必要だし、俯瞰視点も必要だし、えー、結構難しいながらも、多分そこにこのロードマップとはチャレンジするのかなと思ったとき、なんかその進め方等々でご質差があればと。 いうのともしかしたらそこはアーキテクチャの話になるかもしれないので、泉さんとか斎藤さんの領域かもしれませんけども、ちょっとその辺の議論もぜひできたらなと思って、ちょっとご意見回れ,ればと思います、はい、あ,ありがとうございます。あのー 私の知ていただいたところに関して、相談のちゃんと分かりやすいスライド、資料を作っておかなきゃなと今、反省しているところで、これは全然不十分なんですが、一つは、えっとえっと、いくつか申し上げます、一つは、ちょっと言葉の定義と法律の定義が非常にややこしい世界で、あの高校生の方いらっしゃるんで、間違った後ですぐ行ってほしいんですけど、例えばタクシーっていうときに、車両の種類としてのタクシーを言うときは10人以下ということを言います、なので、でそれからそれをどんなサービスをするときかっていうのは、常用って言い方をします。 でだから乗り合いタクシーって日本語は外国人に説明しにくいんですけど乗り合いの免許をタクシー寸法の車両でタクシー会社がやってる場合には乗り合いタクシーといってそれがあのあのバス停があってスケジュールがあってもその限り乗り合いタクシーっていうでそ,のそこの仕分けをまず確認してそれもも,もちろん見直,見直すこともあるこれが1つその上で、えっと、特に、えっと、今言うオンデマンドのサービスっていうのは 多分一番最初が1970年代ぐらいで、それから研究が盛んになるのは何回か波があるんですけど、ちょうど僕、横浜にいたから95、6年からの一山あって、その時にはいろんな形の、えっと、リマンドがあって、その一番究極がタクシーとバスの間の整理をしてました。そその時に、えっと、そこらら辺から、えっと えー、人を乗せる道路上のサービスに関しての仕分けは、ちょっとずつけあの整理ができるんですが、一方で今、日高さんおっしゃったように、それらを横並びにして比較するときに、どんな指標がいいのか、今、例示でおっしゃったのは安全性だと思いますけれども、えっと、一般的には利便性とか、なんだ、信頼性とか、なんだ、わかんないけど、この一個一個も定義していくと結構ややこしいところです。ただ、それをで、でですね、 ただ、データがなかなかなかった、あるいは事業者がなかなかデータを出してくれなかったという時代はに過ぎつつあると思っているので、その中ではえっと横並びにできるだろうと、例えば定時制1つ取ったって、時刻表通り来ればいいっていうので、 あのちょっと流れてるので固有名詞は出さずに言いますけどとあるバス会社はとても定時性が高くてとあるバス会社が低いって場所がありますで,で低い方は何が問題かって調べていくともともとのダイヤの設定がすごくきつめになっていて相当一言葉だけ一生懸命走んないとなかなかダイヤは起きないでバスとしては実は速いんですねところが途中の定時の時刻評価を見てるとずれてるわけです。 でこれをどう考えるか、これ逆に言うと、時刻表をゆったり作れば、それで途中であの時間調整しつつしつ,つあれば、定時性は増すわけですよね。 そこまで踏み込んでって、今、どんなデータ、時刻表はどういうふうに作られてるか、運行がどうなってるか、その途中の阻害要因になってるだろうとこがえ、道路状況なのか、他の状況なのか、でそれがえっと道路構造なのか、交通管理なのか、これが今、データで見れる段階、こうなってくると、定時性、その先にある信頼性って理屈は、えっと学生、あのけん研,研究者が自力で計測した時代とは違って、かなり見えててくくるでで量が増えてくれば統計的な処理もできてくる。 こうやって一個一個潰していく必要が僕はあると思います。その上でこの図でいけば左右端の方のようなえっと自分でお道具を借りて動くサービスと誰かそこにサービスを操縦する人が介在するものとそれが機械化されているものとであでここら辺の話が一つ今度えっと特に都市部では道路空間が限られている中で。 限られた中で、ある判断をして優先順位をつけていかなきゃ、それも場所によって、時間帯によって変え,て変えることもありうる、この管理がなかなか大変、だけど日本っていうのは過去いろんなことをやってきてらっしゃる国だと僕は思ってます。なので、その知見をもう一回生かすと、もっとこういう道路の運用ができ、その道路っていうのは車道部分の運用と車道ほどの,この,このカーブさ、ここの部分を含めた寄り添う、寄りつくところをどう使うか。ここもあの ななかなかデータがなく、しかも管理するときに、えー、やはり方式標識を付け替える、その他のことがあるとか、どこが誰の責任か、でこれも、えっと、過去のデータや、えっと、そのサイネージ使った今の運用の仕方や、その後の評価が変わっていくと変わりそうすると道路の限られた道路空間の中にどうしていくのかっていう、もう一つの軸があるんだと思います。ここら辺を勉強しなければいけないと、今、日高さんのコメントを聞いて感じたところでございます。以上でですはいいいありががとううございましたいかがでしょうかょ じゃあ斉藤さんお願いしますライフラインで自動運転の車を使って人流とか物流のクライシスとか災害の人参化の対応するみたいな話をしてるんですよね。はい、でその時にまあ自動運転の車が出てきた時に、まあ、物流とか人流のところの世界がどうなるんだろうっていうのを一つ想定してみるとなんとなくあの 鉄道、まあ、今止まってる手本線みたいな動き出したのかなのようなやっぱりインフラがユーティリティ化していくみたいな話が一つあって、うん、とは言っても一社じゃなくて複数の事業者がそこに存在しながらア、まあ、セット持っていろんなサービスをいわゆる移動というサービスを提供するという話が一つありますよねただ実態としては例えば人流とか物流災害の人災化を対策しようとするとやっぱりそこにはユーザーがいてリマンドサイドがあって そこのニーズをちゃんと,と捉えていかないとあの先ほどあったいろんなそのユーティリティインフラ、まああのどういうふうに配置するかっていうのは決まらないじゃないですかだからさっき言った競争の部分がやっぱりあのいわゆる住民サイドの競争の部分はどうしかしてとユーザーのニーズをそのリマンドのニーズをつかまえなきゃいけなくてそ,、ね、それに対してユーティリティをどう運用するか、まあ、これは先ほどあったように、まあ、行政がそういうものをね計画しながら将来計画もたってその 運行自体のその基盤っていうのはどこかさっきユーティリティ公共機関っていう話ありましたけどそういう時に任せてで最終的にはそれは民間委託するみたいな話がなんとなくイメージとして通常の話ではあるんですよ。だから自家用車の話だともう一つ世界が変わってきてやっぱりあのいわゆる娯楽みたいな話とかやっぱり自分の趣味の世界がありますよね。そういううういいのを加えてててここととととすするる結構これ複雑系ににななっていて本当にやろうとするとあなたは一体 どこに行きたいのみたいな人を捕まえなきゃいけなくていわゆる単に生活のプロファイリングだけでで終わらない感じがすするんですよ、うん、そういうところを、まあ、さっき競争の話があったんですけどどこまで例えば個人情報を捕まえていくといいのかなっていうのが私自身はすごくクエスチョンマークがあってまあんで公共交通はあるんだけどやっぱり個人の車もあってそこで自分の行きたい場所がある通常の生活の中でとか、まあ、あのいわゆる通常の通勤とかあの 業務の中でとか教育の中で医療の中でっていうと大体これ公共交通の中でユーティリティを作るとなんとなく決まるような気はするんですけどプロファイリングしていくとただ趣味の世界ってなかなか難しいなっていうのがあってまあその辺はあの先生はどのようにお考えなのかなっていうふうにちょっとご質問するんですけどはいありがとうございますえっと日常的な性そうですねき基本的には えっと、移動に自由があっていいと思いますのでその自分の自家用紙で行きたいっていうことを、えっと、どこでもかしこでもダメだなんて言うつもりは全くないし自分自身そうだしあの使うしただえっとえっと空間的に時空間的に性格があるところではえそこにさらに何かが乗っかるっていうことがえー 外部経済をを起こし得るわけでですすからそういうういいには、まあ、理屈でいくくととプライシングを使うってよく言いますよ言ま例えばだからものあのシンガポールでもとロンドンでもいいんですけれども混雑してるところにそうにもに応じた、えー、負担をしてそれでも車行きなければどうぞという言い方をするあるいはその先にあるところでフランスなんかのいくつかの都市が実はそうなんですけど中心市街地の駐車場のえっと利用料金を行政がコントロールしていて。 短時間だと安いけど長時間長く、な通勤には使う、使う、使う使うなと言わないけど、通勤に使うんだったら、えっ、ー、と金払ってねメッセージを出すと。そのプライシングをそこに入れ込んでいくということと、それでも間に合わないときは、本当、場面は限られてるのかもしれませんけれども、えっ、ー、とまあ大勢に車が入らないから始まって、いろんなことは当然あり得るわけで、そういうところでは、えっ、ー、と、えー、合意の下でのコントロールってのは絶対いるだろうと。でだから全て全部 えっと車をの対し個人事業に対して全部混同しなきゃいけないなんてことはありえないし、それは非現実的だしただ、場面場面で優先順位が動くように物理的な制度とともにプライシングを入れつつ調整していくってことがいるんだろうというのが大枠ででの考え方ですはい要はあの通常のところはどちらかというとプロファイリングしていくと。 生活空間ではどういうふうな、まあ、動かし方をしたらいいかっていうのは、まあ、いろんな、うんえー、最適化みたいな話はできるけど、やっぱりあのそういう個人の自由を、えー、なんとなく任せていったときには、いわゆるあのディマンドサイドマネジメントっていう、電力のあの,あの世界ですね、それを用いていくと、はい、なんとなくそのマネジメントができるんじゃないかと、そういうイメージです。か もしなければなんですけどあの日高さんが定義の話なんですけれど、あのー、この中で、えー、高規格幹線道路と高規格道路と A ダッシュ道路と A 道路と B 道路とか地域高規格道路っていう差がちゃんと説明できる人多分おられないと思うんだけど。<laughs> 何て言いますかね私の知ってる例で言うとねあの非常にまちづくりに、えー、重要な手法である区画整理法とか都市再開発法とかもですねその都度その都度役所の頭のいい方がその時その時のニーズに従っていろんなものを付け足されるのでさっきの自動車の例もそうですけれどもう後から見ると分かりづらくて。 そういう中で不透明性がなくなってあの特に区画整理なんかそうなんですけどなんか一般の住務さんの方はなんか騙されていると <laughs> そういう感覚もお持ちなんですよね、まあ、そういうのをなんかやっぱりもうちょっとちゃんと整理するっていうことを考えないといかんのかなと結果として積み上がってきたものを、まあ、再整理するっていうこと そううなんでしょうけどあんまり今の定義にとらわれることなくもうちょっとジャンプして考えてみるっていうことが大事かななんて思ってるんですけどそのデジタルとかアーキテクチャって多分その辺まで踏み込んでいかないとなんか本当の意味では効果が出てこないんだろうとかって思いました。はい、それが一つとあとあの今の自動車の話なんですけれど。 あの中村先生、シェアリングのところであの空間教育のところはライドシェアっていうので、社内の空間の共有の話をされてるんですけれど、モビリティをもっと考えるときには、ですね公共空間の特に道路とか街の共有をどうしていくかっていうことが大事だと思うんですね。極論すれば 私は道路には2種類しかないと思ってて一つは何かっていうと自動車が遠慮しなくてもいい道路究極の形ってサーキットですよねぶっ飛ばしていただいて死んでもいいんだから <laughs> その人の自己責任で <laughs> やっていただければで普通の都市内の道路ってここなんかかなりマシですけれどもやっぱり自動車にもいろんな人に遠慮してほしいような その2種類しかないんじゃないかなと思っててでそういうのをどういろんな人たちとあの協力しながら構築していくかっていうことですねすごく大事だと思っておるんですけどシェアリングの中にそういった考えって入りえますかねえっとまさ、あ、この1紙あ,ありがとうございます。えっと この資料の作りでいくとシェアリングサービスのところなので今先生ご指摘のところは直接には入ってなくてまああの実際にはでもじゃあそのステーションをどうするかっていうこととか例じゃ出てくるんですけど今おっしゃったのはそのむしろその自動車が遠慮しなきゃしたする方の道路の側でその どう遠慮するかと合わせて、他ののの、これが自動車と歩行者だけだったらいいけど、自転車、あるいは電動キックボード、その先ちょっといろんなものがこちょ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 出てくるときに、それらを含めて。一方で 都市あの道路空間でいうと片方では街路樹だ植栽だもう片方では地下にいろいろ埋設するだけのもののスペースはどうするとか何かちょっとこういくつかこう出てくるんだけど道路上の移動に関するものの空間のシェアの仕方をより賢くするっていうのは大きな課題だと思います。場合によっては時間帯によってもにょもにょいろいろ出てくるものも当然あるんですけどもえーっとでその使い方を使うことがその,その時間帯のその ユーザーおよび一番優先すべきユーザーおよび沿道に対して有意があるのでそれは技術的にはどうできるのかまあそもそもそのベースの考え方をどうするのかという意味の共有は一つ分けて作っておかなきゃいけないとそうです、ね、あの先ほど自動車って言いましたけど自動車だけが遠慮するのではなくてその人その空間にいる人がお互いにおもんぱかってそれ,それぞれにそれなりに遠慮するっていうことが。 美しいんですけどね。<laughs> どうすればいいかわかんないですけど。お疲れ様でした。いかがでしょうか。はい。お願いします。ええ、日本無人機運河管理コンソーシアムの木本と申します。先生あのここへありがとうございました。あの勉強スマートモビリティのあの概念含めてす、ね、勉強させていただきました。あのいろんな日常でですねいろんなモビリティをまあ使っていくそれぞれのユーザーに合わせてまあさい モビリティの選択というか、ね、まあ、そういうものを将来的にまあ最適化を図っていくことが多分、データを用いてまあ最適化すると、まあ、そういうことが今後必要になってくると思うんですけれど、現実見て、ですねあの実はあのいつも某自動車会社さんにもちょっといろいろ昔言ったことあるんですけど、ファントゥードライブって言いながら、実は自分がドライブするとですね、まあ、駐車場状態になってです、ね、あのいわゆる動かない、まあ、そういうところにどんどん混雑して、ですね、まあ、そういうモビリティのあり方っていうのを、まああの 年末年始とかですね連休とかですね、まあそういう時に例えば、の先ほどのスマートモビリティでいわゆるあの省エネとかですね、まあ,あの、えー、と何でしたっけ、ね、まあ、CO2 出さないとかですね、そういうことから、観点でですねあのいわゆる年末年始とか連休とか、まああの皆さんがドラッグするとか、移動するという時にまああに、やっぱり渋滞してですねあの駐車場状態になってしまっているとか、です、ね、まあそういう状態をどうやれば解決できるまあその 断片的なところになると思うんですけれど、まあどういう解決方法があるのか、まあそういうのちょっとご教授いただければと思います,あいますあ。ありがとうございます。あのー、基本的に基本基本的にはえっと需要と供給がバランスが取れると混むってことが理屈で、じ需要っていうのがみんながここに行きたい、ここに走りたいってことで、供給っていうのは道路がどれぐらい処理の処理能力あるかと。 ででその処理能力を高めても、えっと、渋滞はかなり緩和されるし需要を減らしても緩和されるでこの処理能力が細かく見ていくと難しくて例えば道路がすごく動かないっていう理由の先っちょがあの一時期あの小田原熱海であったりしたのはその土産物屋根の右折がいくつかあってでそ,れそ,れそれを,それを仮計算じゃないですそれを仮になくすと流れると。で なんか渋滞の中にいるとものすごい数の車がいてどうしようもないと思ったけど実際にはそのある時間断面でバタバタっているのとその時間軸上で流れていくのってちょっと別概念で流れていけばいいのでそうすると流れを抑えるところボトルネックとなるようなところを解消することで変わるものもあるで僕が今おっしゃったようなところに関してはそれぞれ個別問題としては両方まだまだあると思っていますま。だまだ 工夫をすることはできるしちょっとした交差点の改良とか少し米を作るようなところでとだいぶ緩和することもありうるともう一つは 使う側に対してある程度それこそ今でもすでに JH 等々は混雑予報みたいな出してますけどこれから先どんどんデータを使うことでそれを人工知能に回して計算させていくとより精度が上がっていくとすればこの時間帯のここはこ,うこの急に雨が降らない限りはこれぐらい混むしあなたはきっとこんだけかかるそれでもそこで行くかどうかは自分で決めてくださいというのと今度土産物や等々もえっと全体の需要 を少,し平少し平準化、ピークを少し平準化することで稼げるんであれば、こういうところで少し割引のセットメニューのご飯を用意するとか、そういうことによって行動を動かすことも必要だし、まだまだできると思います。いずれにしても、いろんなデータが取れる時代,時時代で夢は広がります。 ただいくつも実際はもともと制約があってなかなかできないんですが、まだまだ需要の調整はあり得るし、供給量の供給能力の工夫もあり得るというのが、日本の多くの道路の状態なんじゃないのかなと私は見ておりますいかがでしょうか。はいどうぞ川端さん あの丁寧なプレゼンをしていただいて大変勉強になりました。ありがとうございます。えっと、なんかさえっと多分現状のえっと、なんか生理ってすごくよくできている中で考えることと。あと、なんかその将来に向けて、その新しい周辺サービスを向くことで、あの先ほど石田先生がおっしゃってた。そのおもんぱかる密度を高めるみたいなことができると現状であの整理して人間の行動変容だけっていうと。 今やらないってことは何かやらない理由が多分あってそうするとそこにこう欠けてる周辺サービスみたいなものを生むことでそのたと例えばですけど私がじゃあその時間にそこにやっぱり行くのやめようかなって思うけどいや行くのやめるけどやっぱり不便だって時に何か大体サービスがあったらそちらを選ぶってことも多分なると思うんですね。なのであので今回ここういいいったたた整理しててだいたことに加えてなんかその 新しい周辺サービスを生むこと、それによってあのまあ、人間だけではなくていろいろな交通それぞれがオんンパッ能力というか密度を高めていくとことがあるとあの現状やれてないことをやれるようになるんじゃないかなというふうに思いました。でそれはやはりあの交通状況とかあとまあメンテナンスなんかも 機械の場合ありますし、人間の場合疲労とか働き方みたいなものもあると思うのでそういった今ある情報からその未来の行動だったりとかやりたいことをもんぱかるっていう、まあ、そういったことまで含めて考えていけたらあの将来変えられるのではないかなというふうに思いました。ちょっとそのふんわりしてますけどあの現状分析だけというよりはそこにこう加えて、えっと、欠けているサービスとかあるべきサービス周辺サービスを考えるのが重要かなと思いました。 ちょっとだけしゃべっていいですかあの、えっ、えー、と、今のに比べて、ずいぶん日本ってうまくなってると思います。で、一つはやっぱり東京オリンピックの時のあのプライシングの経験とかですね、えっ、ー、と、今の、まさに工事中なのは、首都高の大師橋、横羽線の架け替え工事やってたりとかですね、半校で松原線のなな何橋って言うかな、3年ぐらい止めるんですよね。一応かそんな長く止めませんけど。 でもそのことによる交通影響って本当に首都高も阪神高さんも事前のアピールをたくさんされましたので思ったほどあのひどくはないみたいなそれとか今度、えー、とアクアラインでプライシングの実験やられそういうところのデータがちゃんと集まりつつあってそれをどう使っていくかっていうことの目には 随分増えてると思うんですけれどでも残念ながら東京と大阪と若干福岡があるくらいであの地域地域にはそれぞれの悩みがあると思うんですけれどでそういうところにどう広げていくかということのコストも含めてですねあるいは人材も含めてあんまりいい知恵がないのでこれから大事かなというふうに思っています。 太田さん、お願いします。はい おはようございます。すいません。今日オンラインの方から失礼しております。えー、と株式会社アズマもの幸田です、えー。非常に貴重な、あのー、資料の共有ありがとうございました。あの大変興味深く拝見しました、えーと。私の方からは意見というか質問というかもう半分半分という感じなんですけど、えーと、例えば電車と飛行機、自家用車と公共などこう適切なバランスや、えー、と自由な選択があることによる住民サイド側から見た豊かな暮らしにつながるという部分と、それはあの共に作る方の競争ですね。 で一方で人口減少化においては、例えば民間事業者同士の競争、それこそコンピートする方の競争ですね。とか、あと民間と公共のコンピート、競争というものがあって、そこは住民サイドから見ると、こう、競争するところがあるからこそ価格の適正が行われるみたいなところもあれば、こう、民間と公共みたいなことを考えたとき、既得権益によって新しい民間が入ってこれない。 もしくは新しい民間が頑張っちゃうことでえっと公共が維持できないみたいな両方の面もあると思うんですけれどもその部分先生はどういうふうにお考えになられますかというところを聞いてみたいと思います。はい質問でしたね。あのありがとうございます。あの一番最初そうですね2019年の部会ちゃって最初に直面したのが岡山市問題だったんですけれどもえっとそこからいろいろ学んだまあ、その前かそっけども。 えーと複数の民間事業者がサービスを競争するときにその、それでどんどんサービスの質が上がるっていうのは、住民側がそのサービスを選べる場合です、例えばだから、あるペットボトルのお茶と、あの他のペットボトルのお茶、どっちがおいしいかの競争だったらいつも選べるか、ところが多くの場合の地域の公共交通っていうのは、選べないのに競争している場面があります、あるいは選ぶのがなかなか大変な。 なので,でしかもそれが、えっと、トータルのおっしゃったように人口が決して増えているわけではない経済がガンガン右側に成長しているわけではないところでその全体の需要量はどちらかというとシュリンクする傾向にあるところでそこに競争して取り合うというのは小さくなったどんどんさらに小さくなったパイをなんとかしてあの切り崩そうという戦いでそういう状況の時は全体の この人口はまず抑えられるかどうかその上でこの移動のパイをこう増やすことここは一緒にやらなきゃいけないである程度安定してきた段階でしかも他の条件が揃った時に、えっと、コンピートする方の競争ができる環境で競争する。 タクシーもその気はあると思っていて、えー、僕はなかなか気が小さいので駅で待ってて、こうタクシーを選べないんです。タクシー協会に聞くと選んでいいですよって言うんですけど、とてもあの三代後のタクシー乗りたいと思っても乗れない <laughs> あのでそれそのそでやるんだったら今のアプリのように選べるようにする方が筋だし、選べない状況を作っといて選べっていうのはやっぱおかしい。 で逆に選ばない選べない選ばずに済む形でいくんだそこは、えっと、一緒にやるやる形がいいこれをちょっと場面ごと細かくなるけど整理をしていかないといけない状況なんじゃないかなと都市の中で見てると思うところですで人口減少感のところでは多くの場合は、えっと、新しいサービスを歓迎しながら、えー、全体の全体のを 増やす方向での、えっと、共になんとかの方を、えー、進めるのが今のところじゃないのかなと思います。ご意見となったでしょうかありがとうございますあの。私も本当に新しい民間がどんどん出てくることによって、あの人口減少化における交通弱者の方々の生活が支援されるところっていうのは非常に期待しているところなので、はい、あの、貴重な意見ありがとうございました。はい、あのー、 中村先生、どうもありがとうございました。あの、時間になりましたので、中村先生からのプレゼンは、これぐらいにさせていただきたいと思いまして。次、あの、I. T. S. ジャパンの山本さん、お願いいたします。はい、I. T. S. ジャパン、山本でございます。 私からはです、ね、道路の利用状況の見える化、ちょっとスペシフィックな話題になりますけれども、本日も含めてです、ね、やはりこの話題って、いろんなところに出てくるんですね。第2回でも私はちょっと発言させていただいたんですが、その詳細についてです、ね、皆さんにご紹介して、議論をのネタとして使っていただければと思います。中身に入る前に申し訳ございません、ITSJAPAN の紹介、少しだけさせてください。 i イ s j a p a n 民間の企業、あと大学の先生方のご指導をいただきながら活動している団体でございまして、右上のロゴの会社さんが集まっていただいています。あともう1つトピックとすると、先月ですね、会長が変わりました、現役のトヨタさんの役員でありまして、いろいろなその施策を展開する上でアドバンテージを得たと思っています。 我々の位置づけです。左側でございますけれども、民間のリエゾンとして、学の先生方のご指導、政府、省庁の方々のご指導をいただきながら、いろいろな参観学連携の活動をしております。国際的にはです、ね、右側、3極、北米欧州、アジアの一員でございまして、アジアのリーダーとしてですね、 ITS ジャパンの中の構成です、黄色い部分が我々のチームでございまして、安全安心快適な移動、環境負荷の低減、災害レジリエンス、こういうようなテーマをです、ね、各チームで検討するとともに、そこで中村先生からもありましたけれども、価値のある移動ですね。 こういうようなものを増やすために、どういうふうにいろいろ施策を練っていればいいかと、こういうようなところについても今、目を向けています。前向き長くなりましたけれども、全国の道路の利用状況の見える化についてお話します。課題認識でございますけれども、いろいろお話出てますが、モビリティが多様化して、それに合わせて交通 ITS インフラも変わっていかなければいけないと、 ただ、モビリティ交通インフラがいつ、どこでどのくらい、どのように使われているのかが分からなければですね効果的、効率的なその施策も打てないと、その見直しもできないと、中村先生がおっしゃっている検証、ビジョニングもできないということだと思います。あと2つ目は、ですねこれ、村上統括官が前回か前々回か触れられましたけれども、今現在、いろんな移動情報というのは皆さん使われようとしてますけれども、 それぞれの方がそれぞれの移動情報のもとにですねいろいろアクセスすると、これ、非常にカオス状態になります。社会全体では無駄が生じると。そういうことで,で、下の赤枠のとこですが、皆が使う情報は、日本全国で網羅的にしっかり把握して、共通データとして共有できる仕組みをやはり整備する必要があるだろうと。あと、加えて、いろいろなその構想っていうのは出るんですけども、それを実際に 企画実行を進めるとで、そこの中で出てきた共通課題を共有するという、こういう場づくりみたいなのも必要だと思っています、はいえー。こちらはですね、えー、最初に経産省様からいただいたものですけれども、このデジタルライフライン、全国総合整備計画の中でもデータ連携基盤、うん、織り込まれています。左下、IT ジャパンでもこの辺いろいろ検討しておりまして、 デジタル時代に合わせたこれからのの交通インフラとといいうものが必要だと思っていますこちらが我々の考えのポンチ絵ですけれども左側デジタル時代を支える環境一言で言うと今でしょうととにかく車載機とかセンサーとかもかなりついてきてますしネットワークが整備されてきてクラウドにデータがあったものがかなりいろんなことで処理できると。 もう今、この環境があるので、それを使わない手はないと、で右側です、ございますけれども、使う側でどのように移動しているかということをしっかり把握して、どのように使ってもらうかということを考えなきゃいけませんし、もっと下の側ですね、インフラがどのような道路があって、どのようなインフラ空移動空間があって、それをどのように整備するか、ここが非常にこれから重要になってくると思います。 はいえー、と次はです、ね、人物というのが移動する場合、人物なんですけれども、それをどういう移動手段で、移動空間で動いているかというところを簡単なポンチ絵にしたものです。ここで重要なのは、冒頭のテーマで申し上げましたとおり、道路の利用情報だと思います。この赤い線を見ていただくとお分かりなんですけれども、先ほど石田先生からもございましたけれども、道路ってやはり混在するんですよね。いろんんな人が使うんで このところを上手にマネジメントしなければいけないということと、今、確か日本の道路総延長が120万キロ以上だ、だそんぐらいだったんですね。空路、線路、航路っていうのはまあ大体数万キロなんですね。移動量も使う人も多いところなんで、でなおかつ道路の維持負担というのが非常に老朽化で増えている、また自動運転のための路側、路側,路側機のインフラ活用も増加していると。 ということでやはりこの道路インフラ支店というのを見て、利用情報を整備しなければいけないんではないかと考えています。えー、と試作面ではです、ね、この道路の利用情報、あ先ほどもあの斉藤先生からありましたけれども、これ、道路の利用情報って、人、モビリティがどう移動しているか、いわゆるこれも村上統括官2回ほど触れられますけど需要情報なんですよね。これがなないいとと、ね、何にもできないと思ってます デジタルライフラインの全国総合整備計画でも、点から線、面へ、実証から実装へとてありますけど、どこからどんな順序で手をつけていくかとか、あとは社会資本整備審議会、道路分科会でも3月にいいまとめが出ましたけども、この中でもやはりいいデータが必要だということが織り込まれています。各団体、企業でもです、ね、いろんな検討を進めていますけれども、ITSJAPAN の検討例で申し上げますと、カーボンニュートラルのチームが行動変容を動かす交通とか、 交通手段の多様化とか、あと災害レジリエンスのチームではですね。災害、災害前のプローブ情報の高度化。昨今、皆さん、あのメディアの等でもう出てますけれども、道路の冠水とか、包摂とか、こういうようなもので、通行の困難になり、犠牲者も出てます。いち早くどこがあに手を打たなければいけないかというのを把握するのは、もう待ったなしな状況だと思っています。 もう少しですね、この道路の利用情報の活用策サービスというものがどんなものがあるかというものを少しピックアップしてみましたまず考えられるのは交通安全です ETC 2.0を使って国交省の方々が生活道路の安全性にも対策を打っているとあと災害対策あとは環境および効率的なマウスですねこの辺も使えると思います あとは、やはり強調したいのは道路および橋、こういうようなものの新設の判断および道路の補修地点、この辺も,もプロ情報から取れる時代になってきています。あとは各種規制緩和のエビデンスですね。いろんな法律、日本全国一律に入ってますけれども、本当に田舎のところで自動運転を走らせる場合、この子はいらないでしょうという法律、たくさんあります。ここううういうようなところもししっかりしたエビデンスがあれば 各種規制緩和を一律ではなくて、部分的にやることもできると、あとはこれからのガソリン税というのが減ってきますけど、その代替財源どうするんだと、これはちょっとタッチな話なんで、これ以上言いませんけれども、この道路利用情報というのが確実に必要だと思います。それでは道路利用データというのはどう進めるかというところなんですけれども、一言で言うと、右上のインフラからのデータプラスプロ情報を使うと。 カテゴリー2つ考えておりまして、1つは PDCA を回す基盤となるデータの整備、2つ目にリアルタイムのデータの整備です。整備データで,で、いろんなデータあるんですけれども、基本的には一データ、この車、自動車、心理カ電動スクーター、ロボット、および歩行者、これ、歩行者入れなきゃいけないと思うんですけど、この方々がどういうふうに動いているかという一データがさえあれば、かなり使えると。 でプラス、ですねこの赤のところのインカーのデータがあると、非常にもっともっと価値が上がります。インカーという,ような情報は車の制御データなんですけれども、例えばエンジンをかけた、およびアクセルふかしたブレーキ踏んだ、およびワイパーを動かした、あと ABS、TRC のように横滑りが起こったとか、こういうようなものがあるだけで、かなりいろんなことが取れると。 で基本的に先ほど個人情報の話出ましたけれども、これ、統計的なサマリーデータにすれば、基本的には、基本的にはですよ一応、田舎のほうで1人しか走ってないとちょっとまずいんですけども、こういうようなところっていうのも回避できると。それでは、この道路利用データというのが全体を瞰すると、どういうふうに位置づければいいのかというのをちょっと示した図です。 一番下にですね情報源、情報ソースというのがありまして、各企業、皆さんが持っている動いた情報があるんですけども、ここはもうバラバラですね、そこの中に共通インターフェースというのを設けて、どういう項目で皆さんで共有するのかというのを作って、それを上の各種プラットフォーム、各種アプリケーションシステムに渡していくと、プラットフォーム間は API 連携とかやるんですけども、皆さんが使う情報というのは、この泡ー学で整理すると。 でこのときにですね、やっぱり重要なのは、ですね、このモビリティの世界でも、情報群というものをしっかり整理することだと思います。えー、とこれは、まあ、越塚先生があのカオスというような話をしてましたけれども、カオスにならないように、左下の利用情報のまずはーズの情報群であると、で左上のところの純的、性的なところはまた別々だと、こういうような形で整理をしていって、まあ、アーキテクチャーとまで言わないんですけれども、全体像をしっかり整理することだと思います。少し補足いたしますと、 真ん中の道路利用データというのは、これは集中型協調領域で整備すべきだと。といいますのは、皆さんが使うプラスです、ね、効率とあと品質ですね、ここに行けばみんな共通でいいデータが取れるよというようなものを担保できるからです。今まで,ですねその道路利用データの話をしましたけども、これを推進するにあたっていろんな課題が出てきます。 それというようなものをですね、少し整理をして、皆さんで議論をしていきたいんですけれども、小塚先生、今日は欠席でよかったなと思ってるんですが、小塚先生の資料のです、ね、抜粋してですね、青字のこの矢印以降がですね、私が、これはまだ ITS ジャパン全体の意見じゃないんですけど、議論解決に向けてこういうような進み方じゃないですかというようなところを整理しています。えっと、民間出身ですので、民間の視点でもって少し整理しています。 まずトップダウンアプローチ、ボトムアップアプローチかという話がありましたけれども、これはやはりトップダウンというのを、このモビリティワーキング、モビリティロードマップの中で、こういうデータというのは集めようよと、集めるぞという指針とか、先ほどの全体像のここはもう共通でやるよというようなもうポリシーを決めると、それに従って、各ユースケースを意識した具体的なプロジェクトを推進するということだと思います。続いて、基盤取り活用のその関係でございますけれども、 これは小静香先生も下のこのおそらく同時に進めるのが正しそうだというふうに言われてましたけ私もそう思います。私、3年間ぐらい民間でその仕事に携わりましたけれども、プラットフォーム作るときっていうのは、やはりデータ利活用のサービス系のです、ね、キラーサービスというのを2、3作って、その具体的なデータを使ってプラットフォーム基盤を作らないと必ず相論になります。 ですから、そこのところというのをやりつつ、そのほかにもこういう利用サービスがあるよね、だからじゃあ、ここのところをデータを集めようねというような、こういうようなハイブリッドなアプローチが必要だと思います。続いて、協調領域における役割分担ですけれども、誰がリーダーシップを取るのか、政府ですか、産業界ですかというような話は、これも競争で推進と。 先ほどの話ですけれども、やはり全体のポリシーであり、全体の大きなアーキテクチャであり、これはこの省庁モビリティロードマップ等で作っていただいて、公的支援の下で民間が担っていくのが理想であると。コストの話、これも避けて通れないです。私は、受益者負担、データ活用側で優償利用、これが基本路線だと。ただ、一部控除の可能性もあると思います。こののの道路の利用データっていうのは 道路のデータなんですよね道路っていうのは今、工場で道路を作ってます。えー、私のチェックでいきますと、年間大体6兆、8兆作ってます。ここの中で 0. 何パーセント作るだけでもちゃんとお金出てきます。効率的、効果的な初期投資をする上でも、これっていうのは工場もありるんではないかと思ってます。あと、それをやるとですね説明が求められるという課題もピックアップしました。ここはですね先ほどの活用事例を使えば 十分アカウンタビリティは取れると思います。あと民間に、ですね民間の方々はなかなかデータをオープンしづらいか状況というのを中村先生も触れられてました。昨今、ですね、えー、そんなことありません、まずはその下の部分見ていただきたいんですけど、自社のデータをです、ね、公共のために使うというコンセンサスはほぼ民間の中では取れています問題は一番上のビジネスモデルだと思います。 でここのビジネスモデルを作って、やはり、こうねと言ってで、そこのところにちゃんとコスト原理、コスト効果というものをやっぱり入れていくと、実際に民間の、その私、OEM 出身ですけれども、今、災害が起こったときは無償で通行実績、通れた道マップという名前で,です、ね、出してます。ただ、これをもっともっと前段階からいくと、そこはちょっとという議論になっていますで。ここはです、ね、あの皆さんに分かっていただきたいのは、 民間はですねデータを集めるまでに、かなりのコスト、労力を費やしてるんですね。例えば、私、よくご説明するんですけど、原油と一緒な問題なんです。原油っていうのは、油ですね、あの中東とかいろんなところに行って、どこにその油があるかって言って、それを向こうの政府と調整して、採掘機持ってきて、油を取るわけですよね。その次にタンカーを持って、持ってくるわけです。で、備蓄するわけです。 でデータに例え直すと、やはり会社というのは、もうお客様の,そのマーケットをしっかり作って、そこでデータを頂い,いて、車載機つけて、センサーつけて、データを取ってくるわけですで。通信費用をかけて、自分たちのクラウド、なりいろんなクラウドサービスに持ってくるわけです。で、クラウドサービスっていうのが、これがまたただじゃないんです、とても高いです。ですから、データはあるんだけれども、それっていうのをその、ただでちょうだいっていうのは、 民間の私からすると、ちょっとそこは考えていただきたいなというところだと思います。あと、このデータというのが、じゃあ、企業価値の一部を担っているのかというようなポイントもありました。これは、企業内のプロセス改善とか、各社サービスの行動化、データマネタイズにいろいな重要な資源です。あとは、先ほど申し上げましたとおり、サービスレイヤーでしか利益がなかなか出ないので、ビジネスモデル、データだけではビジネス成立しません。 私がお世話になっていたシ社で、この上のデータマネタイズのところっていうのも、これからは増えるかもしれませんけど、それだけではなかなかペイしない。最後のデータインセンティブのところですけども、本当にみんなが使う移動情報みたいなところはですね、なて言うんですかね、音楽の著作権みたいなものですね、誰かさんがあのカラオケでデータを歌うと、チャリンチャリンと入るような話で、単価はすごく低くても、これを使うだけで、チャリンチャリンとその企業に入るよというようなことを考えていけば、 あの穴がちビジネスモデルも作れるのではないかと思います。はい、以上でございます。ご清聴ありがとうございました。はい、あの積極的な発言もいただきましてありがとうございました。<laughs> はい、皆さんよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。はい、どうぞ。最後のデータの話だけに特化して一番頭の痛いポイントだと思いますが、とにかく今回全体。 需要とつないで供給と多分ん何か新しい需要を少し載せた状態でゲーム始めないと既存の交通需要のまま何をやっても理屈ばっかりでぶつかってだけなんだろうねってその辺は何となくも見えてきてると思うんですがあの最後のところでですね多分 あの共助でデータを持ち合わなきゃいけないんですけど、フラットな状態でスタートすると民間から見るとデータを出す。モチベーションがありません。っていう。ここにどういうモチベーションを設計するかっていうのは、おそらく全体のゲームを始めていく上で一番大事なポイントではないかという風うに思います。まあ,あの、デジデンス付近流れている。一つの仮説は特にマイナンバーカード出てくるとこと。地域に関して言うと、まず共助の dmo でも何でもいいんですけれど、多分ね。関 的にに自分でデータを集められるるようになる可能性がありますだからまず自分自身も責任を持ってデータを集めるっていうエリアごとの何らかの仕組みを作り民間企業はそこに丸々乗るときにどこまで自分の情報を出して得するか損するかを考えながらあの ご判断をいいたただくみたいななんかちょっとまず先に小さく1個俺自分で責任持って自分自身もデータ集めるしみたいなプレイヤーをどっかに1個かませてからゲームをスタートするともうみんな理屈は分かってるけど今の似合いのままじゃ誰にも最初にこうデータを出すっていう最後を投げるモチベーションを持ってる人はいないっていうのが根っこなのでなんかその辺がうまくいい位置へ出てくるといいなと思ってます。はいそれだけすみません はい、あのおっしゃる通りだと思います、今見ていただいているところの今回のデータの範囲をどれが担うか、これを誰を、どういうような組織でどういうオペレーションをするかというところですが、例えばでいきますと、今、JATIC さん、ッ i x さんがその OEM さんから優勝でデータをもらって、それを渋滞情報に生かしているという事例があります。こういうようなところを含めて、何かしらこういうようなところを作りましょうという組織体を作る。 あと、お金というところでいくと、先ほどちょっとこれはあまり言わないほうがいいんですけど、6.8兆円使ってるんであれば、少し最初のほうぐらいのランニングコストぐらいっていうのは出るんじゃないですか。それは未来英語とは言いません。で、問題は、皆さん、本当にただでっていうんですよ。いや、最初はやっぱりちゃんとこういうふうに優勝にしていきますとか、そういうコンセンサスっていうのを、先ほどの,その民間のその辛い状況も分かっていただいて、 であと、たくさん利用が増えれば、だん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 入ってきますよというような、そういうビジネスモデルも、モビリティロードマップの中でしっかり考えましょうねと、まあ、そういうようなところがあれば、あながちできるんではないかなと思います。ですから、まずはここの,その赤,も赤枠のところを、なんかしら組織をしっかり作りましょう。今、あのこれ、データのところだけじゃなくて、例えば、えー、成功例としてヘルプネットってあるん,思うんですよね。 これあの事故が起こったときにエーマジェンシンサービスを呼ぶというところなんですけど2005年に出したところなんですが、最初は本当、赤字で赤字で、もうどうしようもなかったと、ただだん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 コンセンサスが得れてきて、今、なんとかペイするようになった、こういうようなところをですね少しずつこつこのデータの世界でも作っていくことじゃないかなと思い,ますはい,はいありがとうございました、えーと。東京電力の岡本様、ご発言お願いできますでしょうか。 あの東京電力パークリコの本本でごござざいいまますあの山本様あ,のありがとうございましたあの大変資産に富んだお話であの私自身ちょっとコメントと質問しようと思ったら今あの村上様から先に似たようなお話がありましたんでちょっとコメントで申し上げますとあの今のお話ですねちょっと私自身はあの電気のネットワークを扱う会社にいるもんですからちょっと自分のことをこう思い浮かべながらですね <laughs> 聞いてたんですけどやっぱり非常に共通点が。 まあ多いといいとうに思いますで、えっと、山本様からですねちょっとタッチなんでっていうお話もあったんですけど、えっとまあ、我々こうインフラってですねちょっとこの情勢が変わるとストランデッドコスト化しない、まあ、あのすぐにしてしまう恐れがあるっていうことですとかあとその時にその結局そうすると新たなその課金モデルがやっぱりいるんじゃないかっていうような。 問題意識は非常にやっっぱり近いところがあってで基本的にはそのためにベースになるのはやっぱりデータを取ることだとでそれを生かすことだっていうのはあの全く同じだなと思ってあの聞いておりました。であとあのそうすると一番鍵になるのはどういうデータを集めるのかっていうことになってきてでそれが無償っていうのもちょっと苦しいですよねっていうお話をしようと思って。 と,ところですね今のお話になったのでやっぱりそうだなと思ってましてあの似たような事例で言うとですね私どもあのえっとグリッドデータバンクラボというあのまあ会社をですねあの作ってあの各社さんとご一緒に作っていましてまあ電力のスマートメーターというのはまあえっとこれはまあ電気のネットワークをどういうふうに使ったかっていうまあ電気をお客様がどうお使いになったかっていうことがまあ全部こうデジタル化されたデータなんですけども でそれがいったの私どものほうに入ってくるんですけども、グリッドデータバンクラボを使って、ですね、まあ、あの当然統計データとして処理したものになりますけども、あのまあ、当然そんな高額ってことはないんですけども、一定の、えー、と優勝でですね、まあえーまあ、提供するという仕掛けになって、まあ、この4月に株式会社化して、ですね、まあ、まさにスタートしているところなんで、やっぱりこうあれなんですよね。何かしらこう あのやはり民間としてってこともあるんですけどこうただっていうと結局できなくなっちゃうんで、まあ、安くともいただいてであとそこにこうキラーコンテンツが乗っかってきてさらにこう、まあ、なるほどこういうふうに使えるねっていうのが分かるとですね、まあ、だんだんこう広がっていくとです、ね、スケールしていくと非常にそこのデータをです、ね、皆さんがこう出すとか、まあ、我々とか皆さんが出すってことが少しこうあの単価は低くてもですね 成り立つっていうそういうふうになってくるのかなと思ってですねあの聞いておりましたんで、やはりこう非常にこう近いなと思って、ですねやっぱ共通の課題だなと思ったのと、あとやはり、ののコンペティションされている側の方のデータも出していただきたいということになったときに、やっぱり明確なインセンティブとして、何かそのデータを提供されることに対する対価っていうのをちゃんとあの仕組みの中に入れないとですね。 結局うまくいかないなというふうにあの思って聞いておりましたので、はい、はい、あの大変その他も含めてですねいろいろこう勉強になりました。どうもありがとうございました。はいありがとうございます。先ほどの村上統括官との岡本さんの合わせてちょっと少しコメントをさせていただくと、やはりあのこのデータっていうのはあの集めるという組織を作ってもですね、これうまくいかないんです。 あの3年前か4年前か、某あのコンビニチェーンの方々がいっぱい集めてそういうデータの銀行を作りましょうよと言って、動いてないです。結局は、この先ほどご説明した、どういうような将来のマーケットがあって、どんだけこれが使えるようになるんだと、これ、投資と一緒ですよね、新事業をするときにこういうマーケットがあって、こういう世界があるんだっていうようなところがあるから、 みんな、よし、じゃあちょっと乗ってみようというふうになるわけですね。ですから、この辺のところっていうのをしっかりこう整理して、そのためにはやっぱりこういうデータがいるんじゃないですかというようなところがあれば、ですねある程度企業のモチベーションも、あ将来はちょっとこういうふうにやって使われていくよね。あと、一つ大きなのは、この道路の利用データっていうのは、そんなに複雑なものを作っちゃいけないと思ってます。ここのまず1データをしっかり作って、需給をしっかりサポートするだけでもですね、 いいとでそれはですね。まあ、ただ時間帯別とかその蓄積のどんだけ蓄積するかっていうのはこれは非常に重要なんですけども、蓄積たくさんするとあのコストにはねますんでで、これ画像を入れるともっともう死んじゃうんですね。ただ、この1データだけであればあ問題ないで1データだけであると。 1>, 1回作って、そこにどん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 メンテナンスしておくと、利用側がその同じデータをポロ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 使うだけですので、どん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 増えていくんですよ。だからそういうようなビジネスモデルですよというような話もしていくと、民間側もあ、あだったらちょっとまずここで入れとくわと、使われたからちょっと入ってくるわというようなモデルも含めて検討すれば、あながち民間の人たちも乗ってこない手はないと。 あの岡本さん、るっていう。あ、ごめんなさい。一言だけ、集めるのか、分散して置いといたまま必要な時必要なデータだけ呼び出せるようにするのかって、この論点掛け算するところでも多少緩む部分はあると思うので、ちょっと一言遅くしました。あの最小限必要な部分というのは私の意見は集めるべきだと思います。集めとかないとやはり効率品質が担保されないんで、で、これも今のそのビッグさんジャティックさんが渋滞情報のために情報を、まあ ちょっとビッグさんの場合はバービッグスリンク、DR リンク、リンクの話があるんですけど、ここにやるだけでも、しっかり集中的に集めていって、いろんなところに使えると。ですから、お答えからすると、集めるべきだと思います。でそういうような方針も、アーキテクチャも、ロードマップでちょっと集めようよと。で、ここのところに出してみないというふうに、これ、日本全国のために、あなたのビジネスモデルについても、 本当にいい話ですよというような話を、このモビリティとモードラップの中でコンセンサスを得ていくる。これもトップダウンの一つかな。まさにその変な秋をよく議論できればと思います。<laughs> ありがとうございます。<laughs> あ、あの、岡本でございます。どうもありがとうございました。あの、今のお話伺いながら、ちょっと、えっと、さらに考えたんですけど。結局、この話っていうのは、あの。 我々もまあ同じ電力のネットワークも同じなのでということと結局、この2つのネットワークが、ねまあ、EV ということを通すと重なってくると思うと、まあ、それぞれのこ,うこれを作っていくといっても結局それがまあつながる連携するようにする必要があるんだなというのをちょっと改めてです、ね、あの思いましたのでまたそんなこともぜひ、ね、ご一緒に考えられればと思いいままししたたどうううもあありりががととごござざいました。 山本さんのデータ利用に対してあのいろいろな考え方を示していただきましてありがとうございます。あの自己公会としてもあのこの共通インター今見えている共通インターフェースを構築してデータの利活用を促進していこうという考え方にはあの SIP 第2期の時からですねご賛同させていただいているんですけれども、ま今日提示いただきましたそのデータそのものに関して申し上げますとあのまあこのデータの もともとのソース側であるところの車両側の課題をですねぜひ共有させていただきたいと思いまして先ほど山本さんもおっしゃっていた単なる位置情報だけであれば すで、まあ、にほとんどの車両がナビゲーションに対応していますので、まあ、車内にデータを獲得しているということはありますけれども、プラスアルファとしてそのイン、インビークル、インカーの情報を共有していくということになると、やはりこのインターフェースの中に、どの程度、どのくらいの精度、どのくらいの流度で、それを流し込んでいくのかというところの、まあ、ここの共有がです、ね、非常に重要になってまいります。 でここはこのデータのインターフェースを共有するために議論をするとですね、少なからずこの内部事情をです、ねまあ、開示して、まあ、取捨選択という議論をが必要になってきますので、まあ、ここにかなりの,その手間をかけていかないと、まあ、実際にはインターフェースの構築っていうのがあの出来上がっていかないので、ぜひここはですね、丁寧な議論をさせていただきたいと思っております。で加えまして、こうあのインターフェースが定まりますと、 デーータのストレージをどううしてていいいくかという話になってまいりまりす。あの最近で国際の議論でもですね、まあ、EDR といってですねいわゆるあのエアバッグが展開した時の、えー、と社内の,その計算のデータであるとかセンサーのデータであるとかそういったものをですね、えー、ストレージしてそれを後で分析解析できるようにするべきであるという法律の議論が、まあ、かなりあの 盛んになってままいります国内はまだあの制度整備までは至ってませんが、まあ、国際に並びますとそういったものもやがて求められてくるということはありますけれどもここもです、ね、あの共通化されたインターフェースによってこのデータを、えー、社内にストレージしなければいけないということになってまいりますと、まあ、こ細かい話ではあるんですけれども車両側にこのストレージのためのリソースをあのい従来はほとんど 品質保証に最低限のデータしか記録していないのに対して、まあ、あの社会に対していろいろな利活用を求めるためにあの必要のないデータもどんどんストレージにこう入れていかなければいけないということになってくると実は車両側に対するあの投資ひ、えーまあ、いてはあの顧客あのお客様に対しての費用負担というのが データの利用がないにもかかわらず、あらかじめ先行で投資していただけなければいけないという部分が発生してまいります。あのデータ利活用のためのインフラは、まあ,あの受益者負担で、あの皆さんでシェアするということで、あの意外と共有可能なんですけれども、実はそのソースの元々は、実はあの いやまあ、場合によっては受益者負担でも何でもないルールによって課せられたストレージ容量を使いもしないのにデータを蓄えなきゃいけないというお客様が非常に増えてくるというところも、まあ、今後です、ね、あのこういった検討をしていただく中で、まあ、ご配慮いただいてどういった形でまあ最適化していくかというのがあの協議させていただければなと思っていますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、あの私も その辺の仕事にタッチしてますの、ね、でよくわかりますということで今ご覧になっているスライドの中のインカーのデータについてはカッコ好きにしてありますこのところはですね、結構若干競争領域になってもいいのかなと思いますあの例えば ABS がかかったとか TRC がかかった横滑りがかかったみたいなところを使ってある警察本部の方とここの交差点というのは危ないよねっていうのは個社ではできるんです ただ、それを一緒になると、なかなかあのおっしゃられたとおり、難しいとで、そういうようなところがあるところは、あまずはこういうこともあるよというような、そのプラスアルファの情報として、やっぱり使うべきだろうと、ただ今、事項解散とですね、やっぱり冠水情報のワイパーを一生懸命やっていこうよというようなところは、事項解散も、ここの部分ならできるんじゃないのっていうようなところっていうのはありますし、それ、一個一個丁寧にやっていけばいいんじゃないかなと思います。 あと2つ目の,そのストレージのコストですけれども、ストレージのコストがかかるからあ、あもうちょっと無理だっていうんだったら、それもやめればいいと思います、提供側が。それはもう無理、画像なんていうのをですねもう溜め込んでやったらも、うも,うもうパンクするんで、そういうような話については、もう無理ですよというような話で、提供側はやめればいいんですけど、トップダウンとしては少なくても位置情報はみんなでやって、やっぱり道路利用、みんなで効率的にしようよっていうところは、そんなにデータもかからないんで、今でもできてますんでね。 はい、以上です。なんで、<laughs> あんまり聞くだけにしようかなと思ったら、ちょっと言いたくなって、少し,しゃべります、えっと、今のような話って、やっぱりエッジ、あの H まあ、あの車の中と、やっぱりエッジのところ、メックのような話が今ありますけど、そういういわゆるアーキテクチャをどう作るかで、どう解決するかという手段もありますので、必ずしも車だけにかからない、費用かかるわけではないんじゃないかなっていうのが一つあります。 それと先ほどからの話っていわゆるあのコストを下げるみたいなコストていうかあの、えー、コストがかかるみたいな話をしてるんですけど、究極的にはこれ、例えば今の車の移動の情報が出てくると社会コストとしては下がる方向に行きますよね。<laughs> だから社会コストがどれぐらい下がってそれをどういうふうにコスト下がった分を分解分担するかみたいな話が本当はもう一つ先には本来あってそういうのをやっぱり、えー、実現するために今回こういうユーティリティ的な、ね、インフラを作って。 それを利用しながらっていうのは先ほどあの村上さんがあのどこまでデータを持つのかっていう話ありましたけど私もあの今 Google マップなんか見ながら少なくともこれぐらいは情報としてはないと分からないようなってここまではあるんだけど具体的な詳細な中身はねやっぱりエッジで持つような形で参照しに行って取りに行くみたいなそんなイメージじゃないかなっていうふうに描きながら共通のインフラっていうのはある意味では公的な機関でも。 例えばいろんなコストを削く社会コストを自分たちがいろいろ投資しているところのコストを下げる分があるんでそこに投資していくっていうモデルがあるんじゃないかなっていうふうに私自身は思ってるんですよだからこれ民間がなんかあの開発すると民間の方で開発あの投資をしたのをサービスで回収しろみたいな話があるんだけど実は社会コストをして下げる分っていうのが逆に国としての投資みたいな話が減る部分があるんで本来そっちもカウントしながらね こういうところのインフラをどういうふうにしてあの投資を分担していくかっていう話が多分あるんじゃないかなというふうに私自身は考えてます。で基本的にはこのモデルってある意味でグーグルとかアマゾンがね持ってるようなああいう共通プラットフォームをユーティリティ的に国として整備しましょうっていう話ですよね。でこれは逆に言うと全部それを広げていろんなデータが取れるようにするまではやっぱりある意味ではずっと投資が必要になるんで。 ある意味では国が覚悟して投資とするのが本来の筋ではないかなというふうに私自身は思いますけどね、まあ、あの参考までに。いやあの、私もそう思います。今ちょっと見ていただいているところで、社会的なそのベネフィットっていうのは当然あると思いますし、でプラス、先ほど少し、あんまり言うとちょっと怒られますけども、道路の整備費用っていうのを少し効率的にするっていうところでも効果は出ます。ですから こういうようなところっていうのは、やっぱりちゃんと社会的な便益がどんだけ出るかっていうのをしっかり出していけば、ある程度モデルは作れるだろうと、ただもう一つですね、ここの道路の利用データっていうのは、あまり広げすぎると、これとはあんまりよくない、畑野さんもおっしゃられてた通り、丁寧に議論するところと、これをやりましょうよっていうようなところっていうのを、少しやっぱりしっかり、最初はここからやろうというような感じで、徐々にやっていくのがいいんじゃないかなと思います。はい そういった議論そのはこの場だと思うんですけれどねでもその場でさえも誰が本当にや,るやりきれるんだろうかっていうことが決まってるようで決まってないんだと思うんですねで例えばそのこういうデータが本当に役立ちそうなのは、まあ、重大事もそう,そうですけど安全性の問題とかメンテナンスの問題とかいっぱいあると思っててなんか 使いたいたよねみたいなことを思ってる人が多いと思うんですよね。あのヒアリーハットもそうですしあのタイヤの空気圧の計測で路面正常が分かったりって話を聞いて本当に使えればいいと思うんだけどその時の,あのマーケットとか投資とかとおっしゃったけれど規模とかどれぐらい本当にいいのっていうことをそれなりに真面目に検討せんといかんと思うんですけれど。 あるいはそれとともに、あのー、その技術の発展って、この斎、あのー、藤さん常におっしゃいますけど、ものすごく早いんで、今日はできなかったことが明日ができるようになるっていうこともありますんで、その辺のね、両にらみでなんか夢を描く、それもそれ,それなりのカチッとした夢ですね、ポストも含んだ夢を誰がどう描くのかなっていう、そのチームを ちゃんと考えないと、なんかこういう大事なんだけど、このレベルの議論にとどまってしまいそうな気がするんですよね、それ大事かなと思うんですけど、どうですかね。はい、えっ、ー、と、私、そう思っておりまして、えあ、ーま、石田先生にちょっとお話しするのはちょっとあれなんですけども、<laughs> あのモビリティロードマップに放り込んで、 SIP の第3期あたりでですね、<laughs> まずはこのチームを組んで <laughs> やっていくとよいんじゃないかなというような気がしておりますが、すみません、これもまた簡単に一言だけ、やっぱり需要サイドのデータ先に出してこないと、あの車両サービスとか、運行サービスを提供する側の情報だけ持ち寄れって言っても、多分ゲーム始まらないんだと思うんですよね。 地域公共交通はシリアスだからそこから入るっていうのもあるんですけど地域に限定した需要であれば必要なデータを集めやすいんじゃないかとか、まあ、あと泉さんが前言ってたあの例の道路の改装化の話ですね生活がのである災害路あたりの方が始めやすいんじゃないかといったような戦術も含めて やっぱり需要サイドのデータを誰かが集めてくるからそれに対してその需要の意義に対して必要なことであれば協力しましょうって方に持ち込む必要があるんじゃないかとただしそれでもなおやっぱりサービスしてる側から見ると需要出てきてやっぱその需要俺が欲しいって話になるんでなでみスみスみんなで共有するんだろうってところはそれはやっぱそれで引っかかっちゃいそうな気がするのでなんかこの辺の組み合わせの最初の一歩ってどう組むと。 みんなが乗りやすいんだろうねっていずれにせよ需要オリエンテッドでまずは地域なのか何なのかわかんないですけどあんまり欲張らないタイプであの探し始めてみるっルッうあたりがスタートかなって気がちょっとしてますあのぜひ議論したいポイントです、ね、あの地域というところでいきますと今のそのプローブ情報なり携帯の情報は地域関係なく全部取れますんでそこの中でどういうようなところに焦点を当てるかというような話でいいんじゃないかなと思います実際に需要の もうこのキラーコンテンツですけども、何度も申し上げますが、災害でどこが通れないのっていうのは、もうそういう需要があるから、そういうようなデータっていうのを集めて、みんなに提供しようっていうモデルがありますんでね、そういうような、実際にローハンギングフルーツの,その需要を使ったサービスみたいなものっていうのを2、3作ってえ、じゃあやっぱりこの位置情報を取りましょうというような話をしていけばいいんじゃないかなと思いますが。はいあの 次にあの木村さんから3期の話していただきますけれど、今、公募中でございますので、今日も多数あのきあのお聞きになっていると思いますので、今の議論に触発されて、まだ若干時間的余裕ありますから、皆さん頑張っていただければ、SIP としても受け止めさせていただければなというふうに思ってございます。ううもあありりががととごござざいいままししたた であのこれからはです、ね、あの関係府省庁からのご発表をいただいて、えー、自由討議をあの全部まとめてご,あのご,はご発表いただいてから、えー、討議をしてまいりたいと思います。あの内閣府様、警察庁様、総務省様あの、経産省の情報経済課様、経産省の自動車課様と国交省様の順番でお願いしたいと思います。 では内閣府科学技術イノベーション推進事務局、木村からですね、あの今のご発表でもあの、えー、と言及ございましたあのスマートモビリティプラットフォームの構築、SIP 第3期の取り組みになりますが、それについてあのご説明をさせていただきたいと思います。これまでもでも、ね、石田先生小静香先生生本日 中村先生からの関連のご説明いただいてますので、私の方からは事務的にこういった流れで進めてますということをご説明をさせていただきたいと思います。まず最初のページでございますが、新たなモビリティ、それの社会実装に向けていろいろ考えなくちゃいけないことがあると、こういった青いところに書いてある。 ですけどそれであのえとまあこのスマートモビリティプラットフォームの構築えという新たな SIP の課題に取り組むそのえとミッションとしてえとまあここに書いてあるようなさまざまなですねあの広範なモビリティ資源そしてあのえと新しいモビリティの手段これをあのえとか活用していくためにですねあのまあその技術だけではなくて あの社会、そして街とか地域、まあ、それを包括、ねえー、的にあの取り組んで、えーとまあ、安全環境、そしてあの、えーまあ、人に優しくて公平でシームレスな移動、こういったものをあの実現するプラットフォームをあの構築するための取り組みを進めたいというものでございます。えー、そしてあの、えー、と目指すところ、あのスマートモビリティ2.0というものがございまして、次のページに、えー、とございますが。 目指すところはですね従来スマートモビリティという葉あのあったと思うんですけどそれに対してよりですね皆様の生活に近い低速で近距離そして小規模こういった視点にですね着目いたしまして安心健康快適そういったですね生活に密っちゃえ。 密着にです、ね、あの関係したあの価値観、まあ、そういったものをです、ね、あの実現するための、えー、と新たなあの、えー、とウェルビーイング実現のためのモビリティそういったものをあの目指そうということにしております。えー、そして、えーと、次のページでございまして、であのえー、とサブ課題あの3つ設定しております。 えっとまあ最初のサブ課題があのモビリティサービスの再定義と社会実装に向けた戦略策定そしてあのサブ課題2こちらがですねあのモビリティサービスを支えるインフラのリーデザインに向けた研究開発サブ課題の3がスマートモビリティサービスの実験実装ビジネス化を支援する装置仕組みの開発ということでまあそれをですねあのまあここにあの模式的に書いてあるような概念 あのメニュー方式と申してますが、あのえっとある研究実施者の方がですね。あの1つだけをやるというんではなくって、あのまいろんなですね。視点からのあのテーマを組み合わせて総合的に進めていくま、そういったあのえっとご提案をといただきたいということで、今あの公募しております。あの、それについても最後にえっとご説明をさせていただきますそれであのえっと4ページでございますが。あの？ サブ課題1について少しそのブレイクダウンの研究テーマについてご説明をしておきたいと思いますで。こちらはですね、モビリティ資源の最大限の活用、それのためのモビリティサービスのリーデザインの計画心を作っていこうというものでございます。であの 実情把握から、そしてシミュレーションの活用、また地域のためのソードインチップス、ヒント集、こういったものを作って、また計画指針を作って、またリデザインのための国際的な指標となるような概念、それを考えていこうと、でまた物流マウスへの取り組みも検討しております。 そしてまたタクティカルモビリティリデザインの実践というところも取り組んでいきたいと考えております。次のページでございます。こちらの技術的なところが出てまいりますが、最初の2の1というふうに書いてあるところでございますが、生活道路をどう安全にしていくか、そして 市街地の,あのにぎわい創出、こういったあの課題にどう対処していくかというまあ課題認識で、最初ですね、7の1、この辺からですね前の方ですね、こちらにつきましては、ですねあのえとまあそういったあのえと生活に,密着,にえ密着したですね道空間、そこをどういうふうに安全にしていくかというところをですね、 あのまあ、いろんなです、ね、あのモニタリング、あのデータをどう活用するかみたいなところも含めて、えー、と取り組んでいきたいと考えております。またあの、えーとえー、あの下のほうでございますが、えーとまあ、リスクをです、ね、あのどういうふうに低減していくか、まあ、のそれともです、ねあのえー、と交通インフラ技術の研究開発を考えております。またあの 歩行者に対して安全な道にしていく、この観点から V2X を中心とした通信技術を使うシステムについて検討したり、またそれを歩行者にどういうふうに情報を伝えていくか、そういったところを取り組むと、また信号関係についても検討しております。また、センサーの関係にも。 と取り組んでいきたいと考えておりまして、ま新たなですね、あの計測技術、まそれをですね、あのまそういった生活道路のえっと実態把握にえっと活用していくような取り組みも考えております。次のページ6ページでございますが、あのえっとまたですね、あのまスマートモビリティのマーケットの視点ですとか、えまたあの小出塚先生があの 提唱されておりますデジタルシステム基盤データ基盤の関係の取り組みも考えております。こちらはですねあの、まあ、先ほど、えっと、集中型の,です、ね、あのデータベースの必要性というご議論があったかと思うんですが実はですねこれはあ,の、えっと、あまり集中ではなくてですねあの非集中型の、えっと、そういったです、ね、データの基盤を作っていくというものでございまして。 えーとデータの主権につきましては、あのえー、とデータの提供者があの、まあ、引き続きです、ね、それは、えー、保持すると、えー、とそれをです、ねあのえーまあ、ただあの、それだけではダメですので、あのえー、と連邦型で、えーとまあ、それぞれのデータベースを結合させていくと、であのえーまあ、ユーザーからすればです、ね、あのまあ、いろんな条件、あの あると思うんですけどそれに合致すれば全体的にはさまざまなデータを一緒にですね活用することができるようなそういったものを目指そうということにしております。また、そういったデータのプラットフォームも活用しながらデジタルサンドボックスという道路空間のですね まあえー、とデジタル情報、うん、それをです、ね、あの活用していくような取り組みもあと取り組んでまいります。またあの、えーと、自動走行の関係もあの、えー、ございましてあの、まあ、リデザインに資するあの車の要件は何なのかといったところの検討、まあ、これは調査的なものですけど。 また、自動走行技術をですね、より導入しやすくするため、社会システム化といったところにも取り組んでまいります。次のページでございますが、社会実験についても進めてまいります。また、モビリティを導入するための地域でのコミュニティですか。 ですとかまた、ビジネス、データのコミュニティ、こういったものの,あの形成手法についてえ検討してまいります。また、スタートアップが新たなモビリティサービスを提供するようなために、そこを容易にするようなあのモビリティデータシェア、共有が可能な基盤、シェアードサービスフォーモビリティとこういったものをあの構築することを検討してみます。またあの 国際連携、日本で新たに検討するモビリティ導入方策、そういったものを国際的に連携をして展開するようなことにも取り組んでいきたいと考えております。また、人材育成、そういった新たなモビリティサービスを進められる人材を育成するといった取り組みもございます。 8ページからはですねあの現在進行中の研究開発テーマの公募の関係でございまして えーまあ、スケジュールでございますがあの今あの公募中ということで、えー、と8月10日まで公募しております。でスケジュールあの10ページの方にまとめてございますのでご覧いただければと思います。えー、そしてあの、えー、と研究体制につきましては、まあ、9月中にですねあの、まあ、実施体制を決めていきたいというところで。 石田先生、小出川先生、中村先生のご指導のもとですね、あの研究推進法人のネトの方で、えっとこの広報の取り組みを進めております。以上でございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて警察庁様お願いいたします。 続きまして警察庁の自動運転企画室長の伊藤と申しますが自動運転の実現に向けた警察の取り組みについてということを簡単にご説明を差し上げたいと思います次のページ、はい、まずはじめにです、ね、日本における交通事故の発生状況について簡単に触れますが交通事故死者数は平成4年以降減少傾向にありまして令和4年は警察庁が保有する昭和23年 以降の統計で最小となっております。次のページをお願いします。令和4年中の交通事故発生状況を見ますと、交通死亡事故の約96%は運転者の法令違反によるものでありまして、交通死亡事故の多くが運転者のミスに起因していることがわかります。自動運転システムはこれまで人間が行ってきた認知予測判断操作を代替するものでございますから、ことから、 自動運転車のの普及によって交通事故の削減が期待できますまたあの高速道路での交通渋滞を削るなどで,です、ね、車の速度が自然に低下したり車間距離が詰まることで後続車両がブレーキを踏むなどによって発生することが多いことから自動運転システムによって急激な速度変化のない円滑な交通量を生み出すことができて交通渋滞の緩和が期待されます次のページをお願いします。 このようにですね、自動運転システムは交通事故の削減交通渋滞の緩和に有効なものでございますので警察といたしましては我が国の道路環境に応じた自動運転が早期に実現されるようにその進展を支援するという観点からこれまで各種施策に取り組んできております。今回はあの具体的な取り組みのうちですね、交通ルールの整備それから実証実験環境の整備研究開発これについてご説明いたします。次のページお願いします。 まずあの交通ルールの整備についてとなります。次のページをお願いします。えー、っとレベル4の自動運転の実用化に向けた制度整備ということで、えー、ちょ直近のものでございますが、えー、令和4年4月にですね、限定地域における遠隔監視のみの無人自動運転移動サービスの実現を念頭に置いた。 特定自動運行の許可制度の創設等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律が成立し、本年4月に施行されました。この許可制度においては、レベル4に相当する運転者がいない状態での自動運転である特定自動運行を行うとする場合には、都道府県公安委員会の許可を必要として、自動運転システムで対応できない場合の措置の実施要領などを記載した計画を都道府県公安委員会に提出をして、 審査を受けることといたしましたまた特定自動運行の許可を受けたものの遵守事項や交通事故の場合の自動運転システムで対応できない場合の対応についてですね新たに義務規定を設けてさらに許可の取り消し許可を受けた者に対する行政処分などについても規定をすることといたしましたこの簡単でございますがこのポンチへのとおりでございます次のページをお願いします。 で特定自動運行の許,可の許可制度のイメージというものはこの図のとおりでございますけれどもこの図の上部にあるように主に会社等の法人を想定しておりますが許可を受けて特定自動運行実施者となる特定自動運行を行おうとする者が都道府県公安委員会に申請書を提出して都道府県公安委員会は図の右側になりますがあの5つの許可,事項に従って許可基準です、ね、に従って審査を行います。 許可基準の丸5に書いてあります人または物の運送を目的とするものであって地域住民の利便性または福祉の向上に資すると認められるものであることこれについては特定自動運行が行われる市町村の町に意見を聞いた上で判断することとしております。で都道府県公安委員会の許可を受けた特定自動運行実施者は特定自動運行計画の順守とさまざ、あ、まな義務を負っているほかにです、ね、図の左側にあるようにですね 特定自動運行主任者を車の中または車の外の決められた場所のどちらかに配置をする必要がございまして特定自動運行主任者は遠隔監視または車内から同様の監視を行うこととなりますで図の左下の通り特定自動運行主任者は交通事故発生時の対応などを行うこととしておりますこれが許可制度の 概要で、ございいまますすが次のページをお願いしますで実際に行動で行われているのが、あの福井県の永平寺の事例でございまして、これはです、ね、遠隔監視型のレベル4のものであって、運行されております。 令和3年3月からレベル3の自動運行装置の搭載者によるサービスが展開されておりましたところですね、令和5年3月30日に新たに国土交通省から自動運行装置搭載者レベル4として認可を受けて、令和5年5月11日に福井県公安委員会が特定自動運行の許可をいたしまして、現在、サービスが開始されております。次の,次のページをお願いします。 続いて実証実験環境の整備についてという取り組みを説明させていただきます次のページをお願いします警察庁では平成28年5月にですね、自動走行システムに関する行動実証実験のためのガイドライン といいうものを策定公表いたしておりますでこのガイドラインというものは、あの実験車両がです、ね、道路運送車両法の保安基準の規定に適合していることだったり、運転者が実験車両の運転車席に移動あの乗車をして、緊急時に必要な操作を行うことができるといった条件のもとであれば、特段の許可や届け出の手続きを経ることなく、行動実証実験ができるということ,もことを示したものでございます次のページをお願いします。 でガイドラインにですねよらない実証実験というものもございます。特別な形状の自動車を用いた実証実験を安全かつ円滑に行うことができるように道路使用基準の許可を明確にしております。で遠隔型自動運転システムと特別装置自動車あの双方の基準に共通なものとしてですねこのポンチへのとおりでございますが。 実験時の最高速度のあり方、自立走行前の自動車の技術水準の確認方法、交通事故発生時の原因究明のためのドライブレコーダー等による記録の保持等がございまして、逆に個別的なものとしては遠隔型自動運転システムに必要な条件として、通信に遅れが生じた場合の措置等が特別装置自動車に必要な条件として、操作者の技術水準といったものがございます。 でこの基準については情勢の変化を踏まえまして本年の4月にですね改定をしてございます。でまずはあの特定自動運行にかかる許可制度施行に伴って特定自動運行が終了した後のその経路において遠隔型で自動運転システムを使用してその、まあ、特定自動運行用自動車を走行させる場合の安全確保の措置ですとか許可に対する条件等について明確化をしております。 で高速道路国道においてもですね、遠隔型自動運転システムの行動実証実験を行う場合の審査と審査等の基準を新たに策定をいたしております。次のページをお願いします。で最後にですね、研究開発について説明いたします。次のページお願いします。 えっとクラウド等を活用した信号情報の提供ということで、これは SIP の,、ね、の,の自動運転の枠組みにおいて、えー、行っている研究開発でございまして、でこの研究にあたってはです、ね、ITS 無線路側機等の路車間通信以外の手法として、 LTE 等の携帯電話通信網を活用して自動運転車に対して信号情報を提供する仕組みについて検討を行っております。これはまずですね、各都道府県警察が当該都道府県都道府県内の信号の情報を警察庁に送信をして、それを受けた警察庁は全国分を集約して、まあ仮称ですけれども信号情報センターに送信をして。 その信号情報センターから各自動車メーカーのサーバーに送信をして車に送信をするというこういった流れで検討しております。V2N の方式のです、ね、信号情報提供技術については交通信号機から模擬車載機まで,です、ね、このシステム全体の有効性を検証した結果交通信号機に対する新仕様の導入 によってですね。自動運転で必要となる信号情報提供の技術的要件を満足することがまあ分かりまして、その開発を大きく進めることができております。次のページをお願いします。で、あの昨年度あの令和4年度にですね。協調型自動運転システムへの信号情報。それから交通規制情報の提供等に関しましてこれまであの sip の研究開発で得られた。 成果を踏まえた今後の社会実装の在り方等についての検討会これを実施いたしましたここに紹介させていただきます次お願いします検討を進める上でですねあの自動運転の関係者が想定をする強調型自動運転システムのユースケースニーズ今後の開発動向との調査をする目的としてですねカーメーカーさんそれから関連事業者さん交通管制メーカーさん 都道府県警察に対してヒアリングを行っております。概略がこの本日の通りでございます。次のページをお願いします。まずあの信号情報及び交通規制情報の活用方法についての検討結果のになりますがあ、信号情報についてはですね、交差点進入前に当色とあきらあのあらかじめ把握減速することによって。 交差点等の通行、これを円滑にしたりですね。車載カメラによって認識される当色情報とのダブルチェックといったケースでの活用が考えられるものであります。その一方で、すべての交通主体は実際の信号機の当色を認識し従うことが原則でございますので、自動運転車も同様にですね、灯花を車載カメラによって認識し従うこと。 基本ととすべきであるとしておりますまた、ですね交通規制情報については自動運転者は実際の道路標識等で示される交通規制を遵守する必要があるものの交通規制情報の正確性を常に確保できるのであればデジタル地図上の交通規制情報のみに従った倉庫は必ずしも否定されないといった検討の結果が示されております次お願いします。 えと続いて警察で取り組む事項についてですが警察が大規模に信号情報提供にかかる施設を整備したり全国の交通規制情報を常に正確性を保ちながら提供したりすることは現実的ではないとしつつ当面の取り組みといたしましては V2N の方式については技術的な課題に関して引き続き研究開発を推進をすると。 そして民間事業者に対して実証実験のために信号制御機に無線機を接続することを一時的に許可をする枠組みを現在よりも長期にわたって可能にすることについて検討するなどなどの検討結果が示されましたこの通りでございます次お願いしますまあ、警察といたしましては引き続いてですねあの自動運転技術の進展を支援するという観点で交通ルールの整備実証実験環境の整備について えい、鋭意取り組んでまいりたいと存じ上げます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ続きまして総務省様お願いします。 はい、総務省総合通信基盤局、デパブ移動通信課の新世代移動通信システム推進室長の益子でございます。あと本日はちょっと自動運転時代の次世代の ITS 通信についてということで、今、総務省で取り組んでおります 5.9GHz 対 V2X 通信の導入に向けた政策動向についてご紹介させていただきます。1ページをおめくりくりださい えーとあのご存知のとおりあの今のあの ITS の推進体制でございますけれどもあのデジタル庁あの内閣府のリーダーシップのもと関係省庁があの力を合わせてあの取り組んでいるところでございます。あの総務省は情報通信環境の整備というところであの担当させていただいているところでございます。あの次のページをお願いいたします。あの皆様ご承知のとおりあのどうしても自動車これあの通信考える上での光ファイバーでつなぐということがちょっとなかなか難しいというところでございますのでどうしてもあの電波を使ってえーと通信あるいはあの皆 さまざまな活用をしているというところでございます。あの古川のハイウェイラジオから、ええー、と、まあ、最近ですと、あの。 あのブレーキとかにも使われております、車載レーダーシステム、こういったところまで,ですね低い周波数から高い周波数までさまざまな周波数の電波というものをあの活用していただいているというところでございます。のこの中で,ですねちょっと左上に 700MHz 対安全運転支援システムというのがございまして、こちらの2015年からあの使われているシステムでございますけれども、これがいわゆる V2X 通信、こちら今あの大体 10MHz 幅というあの電波を使っておりますけれども、のこの周波数幅 まだちょっと今の車の現在情報、状態というのは周りにブロードキャスト周りに周知するということはできるんですけれどもこれからの自動運転等を考えていくにあたって車の意思表示であるとか あるいはあの文合流とかを行う時のあの調整ネゴシエーションあのこういったものをあのするためにはちょっと待機が足りないということであの今あの国際的には5.9ギガヘルツ帯まあこれはあの V2X で使うという動きが進んでいるということからあの日本国内でもこの760メガヘルツ帯に加えてですねあの5.9ギガヘルツ帯まあこれを追加で割り当てていきましょうという動きがございますあの次のページにお願いいたしますまあこういった状況を受けましてですねあの総務省としてもあの今年の2月からあの自動 運転時代の次世代の ITS 通信の研究会というのを開催しておりまして、あの東京大学の森川先生筆頭に、この 5.9GHzV2X、まあ、これの追加割合についてあの議論をあの進めてきていたというところでございます。えっと今年の夏、あの8月ぐらいにですね、えー、と中間取りまとめを行う予定となっているところでございます。と次のページをお願いいたします。 V2X 通信、V2N 通信というのがまあ一般的に言われているところなんですけれども、これ、なかなかあの定義が不明確なまま話すと、大体議論が発散するというところがございまして、まあ、V2X 通信、v e a c l e to Everything ということで、まあ、結構あの広い意味ではあのネットワークも含まれるという解釈もあるんですけれども、あのここでちょっとあの紛れを防ぐためにです、ね、ちょっと狭いほうの解釈、あのいわゆる V2I 通信と V2V、まあ、v e a c l e to Infra と v e a c l e to u n b e c l e 形で V2X 通信というのを定義して、それの外枠に V2N 通信とまあいわゆるあの 携帯電話データ回線、これをちょっと分けてですね議論してきたところでございます。ご承知のとおり、携帯電話回線、v 2への通信でございますけれども、表の下段にありますとおり、携帯電話のシステム、そのまま使えますので、大体のところで通信は可能ですと。他方で、やはり通信比率としては、どうしてもベストエフォートになってしまうと。また、やはり去年もちょっと問題になりましたけれども、携帯網のほうで障害がありますと、やはりちょっと通信に問題が出てくるという メイトがございまの他方で専用の V2X 通信、これが使えるようになりますと、直接通信とするということで、結構遅延もなく伝送できるということですとか、あと当然、携帯網の障害は影響を受けないというメリットもございまして、結構安全に関するところで活用するには非常にいいシステムなのかなと考えているところでございます。次のページにお願いいたします。こういいった 5.9Hz 帯ののの議論の背景でございますけれども内閣府 SIP 検討におきましても、自動運転の中で,で、今後、2030年ぐらいから。 新たな通信方式として 5.9GHz 帯、まあ、これが必要になってくるんではないかと。でまた、えー、とに大体あの周波数の帯域幅としては 20MHz 幅以上、まあ、これが必要になってくるんではないかという議論が行われてきたというところでございます。であの現在使われている 760MHz 帯の 10MHz 幅の電波でございますけれども、ちょっとあの左右も,もうギチギチパンパン詰まっておりまして、あのそこをちょっと拡張するというのはやはり困難ということで。ということであればです、ね、あの国際的に今、あの利用が進め えられておりますあの5.9ギガヘルツ帯まこれをあの活用していくのがあの良いのではないかということであの検討を進めているというところでございますと次のページにお願いいたしますあのこちらえっと強調型自動運転ユースケースとあとあのロードマップでございますけどもあのこちらでえっとまとめられたところに沿ってですねあの検討を進めてまいるというところでございますと次のページにお願いいたします。 であのうちの研究会におきましての,あの、まあ、中間取りまとめ案の概要でございます。まあ、こちらは先ほど申し上げましたとおり、あの8月ごろに取りまとめて公表する予定のものでございまして、まあ、まだ案というところでご紹介させていただければと思いますけれども、V2X 通信の位置づけという点でございますと、ちょっと右上の図見ていただければというふうに思うんですけれども、あの非常に車に近いエリアについては、これ、基本的にはもう車載センサーで基本的にカバーしていただくというところ かと思いますで他方で、まあ、なんか1キロ先とか10キロ先とかあのそういったところの,あの情報でしたら、まあ、携帯電話ネットワークを使った V2N、まあ、これをうまくあの活用するのがいいのかなと思いますで。他方でちょっと車載センサーの届かないちょっと先ぐらいの情報であのすぐにあの入手しなきゃいけない情報、まあ、これなかなかあの携帯電話ですとあのサーバー返してとかあの遅延があったりとかあのなかなか難しいところございますので、まあ、こういったところの,その車載センサーとあの携帯電話の間をうまく埋めてあげる。 あのそういったシステムとしてあの V2X というのがあの期待されてくるのかなというところでございます。これあの今までのあの結構なんか通信業界からの常識からすると結構あの外れてるところもございまして、あの今まであの通信業界的にはですねあの送るコンテンツまあこれがちゃんと送れるかどうか主にあのコンテンツの量と 伝送容量これの,あのところだけ見てればよかったんですけれども、今回、こういった車の通信、非常に難しい課題を抱えておりまして、位置情報の精度、これによっても、なんか受け取った側の情報の嬉しさ、これが非常に変わってくるというところが課題となっておりまして、これから V2X 通信を実用化した際にですね、 あのその車の位置情報、まあ、これの精度をちゃんと高めた状態できちんと通信をするというところがあの非常に課題になってくるのかなというふうに思います。あの実際、なんていうか、どこの車線を走っているかも分からないような情報、これ受け取った側もどう扱っていいんだか正直分からなくなってしまいますので、まあ、少なくともあの車線レベルできちんとどこにいるのかというのが把握できるような位置情報を周りとうまく共有しながら走っていくというのが、ある種の自動運転社会のあり方なのかなというところでございます。でまたたこういった デジタルの通信、あの非常に大きなメリットがあると思っておりまして、まあ、今でもあのドライバーの皆さん、あの通信使っていると思っております。産級の,、まあの意味で使っているハ,ハザードランプも、あれもある種の通信だというふうに取れますし、まあ、ちょっとブレーキランプ5回とか、これ全然意味違うんで、ちょっとあれですけど、ヘッドライト、あのこれ、チカチカってやったりとかするときあるかと思います。これあの、例えば、右直でちょっと対向になっているときの交差点とかで,ですね、まあ、ヘッドライト、ピカピカってやったときに、これがですね、 あのまあ、とりあえずみんな注意しますけど、これが行けって意味なのか、待ってろって意味なのか、これは非常にあの曖昧でございます。まあ、これをちょっとデジタルで送るというのことであれば、ですね非常にこれ明快なメッセージとして送れるということで、あの自動運転時代の,あの安全性を高める上でも、あのこの通信というのが非常に大事実になってくるんじゃないかなというふうにあの期待しているというところでございます。でまたたこうういいいったあの新しし通信システムをあの入れててくとですねどうしてもなかなかか普及が あの課題になってくるというところでございます。あの自己公開の検討におきましてもですね、あの2030年ぐらいからま実用化して、まあ実際の協調型自動運転あの通信によってネゴシエーションして文合流するっていうのはまあだい2040年ぐらいになるんじゃないかというふうに言われているところでございます。ただその10年先に使う ようなあの無線システム、まあ、これを2030年から入れてくれと言われても、なかなか車のユーザーには響かないというところがございます。やはりあのユーザーさんとしては、お金を払ったらあのすぐにあのれしさを感じられる、まあ、そういったものでないとなかなか導入の機運は。 生ままれなないいのかなというとうころに思ってます、まあ、当然、あの将来的な投資だと言ってあの入れていただける方もあのいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、それに加えてです、ね、その直近でもメリットがあるというところをちょっとあの考えていかなきゃいけないのかなという問題意識を持っているところでございます。まあ、そういった意味では、あの当面あの導入期におけるユースケースとあの普及期におけるユースケース、まあ、これをちょっと分けて考えていかなきゃいけないと。まあ、あの導入期におけるユースケースに関してはです、ね、まあ、例えばなんかあのマンションの駐車場とかで、まあ、5.9の,の,のシステム積んでたら、 あの何もしなくても近くに行くとゲートが開くといつとかまあそういったシステムとの連動みたいなところとかもできるとかですねあの本当にあの I T S あの道路交通だけじゃないアプリケーションまあこういったものも含めて考えていかないといけないのかなというふうにあの考えているところでございます。で他方でこれはあの安全にも関わってくる無線システムですのでまあ何でも載せるというわけではないかなと思ってます。あの車に関係するからといってまあ車内で見るエンタメ動画まあこういったものをこの待機で送るっていうのは非常にもったいないのでまあそういったものはちょっとあの携帯電話回線でやって いただいて、でちょこっとこの通信を使うことでだいぶ車が便利になると。 ユーザーもメリットが感じられる、とそういったところのユースケースというのは非常によく最初から取り込んでいかなきゃいけないと思いますし、またこういった無線システム、数が増えてくる、世の中に広がっていくと、もっといろんな利用をしたいという方も増えてくると思いますので、このユースケースについては将来拡張、これができるような形、最近ですの OTA といった技術もございますので、ソフトウェアの書き換えによって、機能の拡張、こういったものも対応できるようなシステムにできたらなというふうに考えているところでございます。具体的な導入の 構成ですすけども次のページお願いいたしま 5.9Hz 対 V2X 向け通信、これ、欧米中とかでも、一応このあの検討されているというところでございますけれども、使っている車数、若干、国ごとによっても微妙に幅が違ったりとかしているところでございます。 であのまあこの体をまをとりあえずあの我が国としてもまあ使いたいというところで、ちょっとあの検討を進めてきておりまして、あの最低でもかつここであの20メガ平均、幅以上はあの確保しなきゃいけないと。かといって、これ、全部開けようとすると、ですねあの今、放送事業者さんでちょっと無線機能あのほうを使っていただいているというところがございますので、これの移行もやらなきゃいけないと。 というところで、ございますで、えーとまあ、検討の中で出てきましたのが、この5.94ヘルツの上半分と下半分で、ちょっと若干使われ方違っておりまして、えー、と上半分につきましては、結構あの移行が比較的容易であるとで、他方でちょっと下半分、なかなかあの他の周波数に移行、ちょっと難しいという現状がありますので、まああの,の国でもです、ねまあ、大体あの30メガとか20メガとか、使ってらっしゃる国もおりますので、当、ま、面、ああの,の,の方向性としては、まず上半分。 まあこれの,あの周波数以降を あの行ってですねあのここの帯域にまああの最大 30MHz ルツ幅の V2X 通信を入れていくというあの方向性で今、検討が進められているというところでございます。当然、こういったあの新しいシステムを入れるときには、ね。あの,他のシステム、特にあのお隣さんにあの電波の場合、迷惑かける場合がございますので、近くを使うことになるあの放送事業無線局あるいはあの本当に近く使っております ETC とか、そういったものにあの迷惑がかからないかどうかというのを検討した上でですね、 最大で30メガヘルツ、これを当面使うというところを目指していきたいと考えているところでございます。次のページでございます。 でこのロードマップの検討の方向性でございますけれども、普通に無線局の周波数移行するとなりますと、普通10年がかりとか15年がかりとか、そういった長期の期間が必要になってくるところでございます。ただ、今から放送事業用無線局の周波数移行を始めてです、ね、じゃあ、使い始めるのが2035年とかそのぐらいですねってなると、なかなかこれ、イノベーションの観点からも、ちょっとあまりよろしくないのかなというところで、そういったところちょっとうまく短縮できないかと。 周波数の移行の促進策、これをちょっと考えていかなきゃいけないというのがもう一つの課題となっているところでございます。次のページをお願いいたします。ちょうど多分経済産業省さん、これから多分お話しいただくんじゃないかと思いますけれども、デジャルライフライン全国総合整備計画、こちらは昨年度中に策定するという動きがございます。こちら、の3月の末に経産省さんのがあが発表された資料でございますけれども、ドローンと自動運転、これを日本柱とされて、アーリーハーベーストプロジェクト、ちょっと動かしていくというところで、 その中で、あの自動運転支援道というのがあの設定されるということとなっていると伺っているところでございます。まあこういったところでもですね、あの通信、まあこれもあの一つのインフラではございますので、まあこういったところでちょっと5.9ギガヘルツ帯の無線局。 まあこれの,あの実験試験というのをあの積極的にですねまあ導入できるような環境というのをちょっと作っていかないとあのいけないかなというのがあの我々の問題意識であ,のあるところでございます。まあ、こういったところにあの貢献しようと考えておりまして、の次のページをお願いいたします。あのこちらえ あのうち総務大臣の方からですね、6月2日のあのデジタル構想実現会議の方であの発表させていただいた資料ですけれども、あの自動運転やドローンのところであのデジタル構想にあのきちんと貢献していくというスタンスを示したところでございます。まずあの地域における自動運転の支援というところで、まあ,あの地域におけるえーっとあのー。 自動運転の実証をやるところで、通信の信頼性確保にかかる実証等、これは何か所か行っていくというところとです、ね、あと、特に自動運転を特に限定地域レベル4で行う場合に、遠隔監視のニーズがございます。こちら、の映像を安定して送るというニーズがございますので、そういった意味では、大気保証等が可能になります SA、5GSA。 あのスタンダローンと呼ばれる新しいタイプの通信も、これの,あの整備を進めていきたいというふうにあの考えておりまして、こちら、レベル4の,あの運行事業者さんとも連携しながら、ニーズのあるところに 5GSA の,の基地局を打っていくというようなところをちょっとやっていきたいというふうにあの考えているところでございます。また、高速道路におけるあの自動運転の支援ということで、先ほどあの申し上げました 5.9GHz の,の V2X 通信。 これを特にその自動運転支援道のところで活用できるような環境整備というのを早急に進めていきたいなというふうに考えておりますしあとデジタル戦争の中でも今後、そういった支援道のところの国 概念が拡大していくとかあの、いろんな使われ方が広がっていくとかあの、まあ、ゆくゆくは多分全国で使われるようにするということを多分目指していくのかなというふうに考えておりますので、まあ、こういったあの動きもです、ね、うまく活用して、5.9 g h z 帯、ヘルツこれが使えるエリアというのをちょっとどんどん広げていくというところをあの総務省としてもあの考えているというところでございます。と以上でごござざいい、いいままます。す、はい。はありがとうしした。じゃあ次に経済産業省かからら。お願いします泉さんから はいいでございます、えっと、それではですねあの私、あの画面いただきましたあの、えー、デジタルライフライン全国総合整備計画の検討状況というところで、えー、8省17局プラスですね IPA の皆さんにご協力いただきながら進めている政策でございます。それで今日はですね、その私、第2回にあのデジタルライフラインの立ち上げの話申し上げたところなので、今日はですねその全体的な経緯も含めて アップデートをお話したいいと思いますそれで私がですね、その説明するところはこの1枚目があの主なところで、あとは飛ばし気味にしたいと思うんですけども、まずはですね、経産省も含めて政府全体で、まあ、ソサエティ5.0の実現っていうのを目指して、まあ、その政府全体の施策としてたところ、これはですね、その伺ったところによるとっていうか、あの、斎藤さんに、あの、歴史的にいろいろ紐解いていただいたところ、まあ、もともとですね、ご案内のとおり、そのインダストリー4.0とか、IIC とか、まあ、そういうその他国の政策に対して、 日本もしっかり官民連携してあの政策、まあ、一つの方向にすべきではないかというところであの経団連 とまあそのえ旧カ議長というか、総合カギ学技術政策がまあ連携するというまあ官民連携の,そのまあ象徴として行ってきた政策に対して、IPA、DADC と一緒に自立移動ロボットのアーキテクチャ設計であるとか、4次元空間情報のガイドラインを公表したりとかしてたところ、さらにこれにですねその日本版カテナ X 目指して、サプライチェーン上のデータ連携の仕組みに関するまあガイドライン、 アルファ版というものを出しながらこれからですねどんどん横転、まあ、ユースケースで横転していこうとしてるところでございますとでさらにですねあすいませんえー、っと裏、えー、の成功コシステムという名前でその推進力に名前を付けてしっかりやっていこうと。 いうのも含めてですねデジタルライフライン全国総合整備計画という中で進める、それに対してですねあの前回、まあ、第2回でも紹介させてあげたとおり第回、第12回のデジデン会議において、西村大臣から30ページの資料を1分半で紹介したところ、岸田総理からこのように指示いただいたという経緯でございます。でこれに対して、ですね実際にこの度ですね実現会議を行いまして、今日はですね、 参考資料以下に事務局資料そのまま丸々添付しているのでこの資料の論点を私これから説明さし上げたいと思います。 で、えっと、これは最低で、すね、全体ですけれども、あくまでもこれはその人口減少が進むという、まあ、地域生活圏を新たにまあ形成する今日、えー、中村先生のプレゼンによると、まあ、ある種のリーデザインであって、これ、行政の責任であるという観点で考えると、まあ、何を創出するか、まあ、その際に、ですね、えー、しっかりその中長期的な計画として10年計画に落とすんですがと。えーえー 手触りのいいところ、いくつか目標ですね引用いただいてましたけど、点から線、あるいは線を重ねて面というその実証を社会実装につなげるという観点で、こういうそのドローン、自動運転、インフラ管理っていうところ、3D インフラの管理っていうところをしっかり計画に落とし込みながら、ですねこのデジタルライフラインの構成要素とは何か、その社会実装たるイメージ何かっていうところを進めていくというところで、このデジタルライフラインの構成要素に関してはですね、 第2回でも説明差さし上げたとおりあくまでもこれ全国津々浦々までっていう観点で構成要素は何かその際のサイバー空間としてデータとして整備するものは何か。 でそのフィジカルとサイバーをつなぐような接点として通信インフラも含めてです、ね、どのようなものを整備すべきかと当然ながらです、ね、社会重要性等々を含めたルール整備も行うという観点の中でこういうそのデジタルインフラにの戦略的な整備とレガシーインフラの戦略的なダウンサイジングというものを両立させるということが1、まあ、つの論点ではないかというふうに考えております。 でその中でですね政府の推進体制においてはこのようにですね確証、コミットいただいて資料に引用したところ特にですねデジ活においてもあるいはその泥においてもまたがるような省庁に連絡して 連携いただきながら、自動運転に関してもこのように交わっているところを、特にですねデジタル庁におかれましては、この ITS ロードマップをモビリティロードマップにリブートする、その際にこう全国、土浦、浦までっていうところを広げていくと、より大きなスコープで、このモビリティロードマップ、ご議論いただくことになるというふうに考えておりますと。 でここで,です、ね、その実現会議の場においてその官民で計画を、まあ、策定合意するという観点ではです、ね、この構成員として各省です、ね、8省17局の局長を集まりいただいて例えばです、ね、これは JUTM の代表でもある鈴木先生にあの当初です、ね、あのヒアリング行ったときに強く言われたんですけど例えばあ空飛ぶ車と。 いうようなですねその完成行政とまあその道路行政、これを足し算したような制度をしっかり作るぐらいのですね気合でやってほしいと。 いいうふううふにご議論を受けててこのよなな横断的な体制を取っているその中で,で、すね、えー、民間の方にも、えー、民間のトップ、まあ、提供側のトップ、利用側のトップ、それから、まあ、公的機関のトップも含めて、まあ、大きな会議にですねインプットしながら、えー、ワーキンググループも合わせてしっかり進めていこうというところで、この6月末にですね、えー、第1回実現会議を行われたところ、今後、ですね、えー、検討の中で仕様、あるいはその構成要素、それから先行地域、運営主体に担いてで,ですね、 しっかり定めながら10年ものの計画に組み上げて、格技術って持ち込もうというところの中で、この先行地域をですねドローン、自動運転、インフラ管理、ここをどう組み合わせていくかというところは論点というところで、この3枚は飛ばさせていただいて、次のページ、特にですねその展開するときに、今日もですね、 そのプロダクトアウト、ものを提供する人が使えよと言ってもなかなかうまくいかない、そういう意味ではあの斉藤構成員からもです、ねあのえー、需要側のデータをしっかり引っ張り出すこと重要ではないかと言われてましたし、まあ、一致させるという意味では、こういうその大きな感染度、あるいは感染の点検というものを中心に考えてみるというのは一つの考え方ではないか。その際にに、ね、需要に応じて今度は面を こう3つのドローン、自動運転、そのインフラっていうものをこう重ね合わせたときにです、ね、社会実装という観点からしっかり地域を先行していきたい、あ先行できるような地域を指定していきたいという考えで今、検討を進めておりますと、でそのときに第1回実現会議に関す、まあ、おけるですね主なご意見としてはこううい有識者の方でですね に関してはですねそのまあやはり各デジタルライフライン、その仕様や運営主体をともにしっかり整理していく、その際にですね物流、人流をその平常時だけではなくて非常時の観点もしっかり交えることが大事ではないか、その際にまあ利用および供給の見通し、提供者、利用者双方をコミットし合うことが大事ではないか。 でその中でもです、ね、そのインフラ、まあ、等々においてもです、ね、同じように今いつごろ整備すればいつごろ使われるのかという観点、それぞれです、ね、それに対して関係省庁等においてはです、ねまあ、具体的なその普及政策あるいはその予算の支援等々というところが大事ではないかというところで、えー、まだです、ね、あのちょっと正式には出せてないんですけれども、えー、有識者のご意見をこうざらっと私なりにまとめるとです、ね、非公式な議事概要という形になるんですけれどもやはりしっかり予見 性の高い計画を作る,作ることによって、民間がまあ安心して投資できるような環境、まあ、なので、計画にはやはり予見性の高さが重要、その際にです、ね、自動運転支援度というものはとても大事ということは分かるんだがと。 この短期のまあ期間にとどめることなく、東京から名古屋、あるいは大阪へと延伸をしっかりしていただきたいというのを、民間の構成員の方からいただきましたと、その際にですね、今日もえ各省えご意見いただきまして、まあ、政策でして取り組んでいただいているように、路社環境庁というのはとても大事、その際にですね、インターチェンジ間ではなくって、発着、物流拠点というところをしっかりですね整備するということ、をそれからその際にですね、その自動運転 電車レーンあの石田先生から最初に道路を端的に2種類に分けて。 しっかりその自動車が安心できるような道というものを整備することは重要ではないかという意見をいただきましたと、それからその運営次第、特にです、ね、横串、まあ、データ連携に関しては横串刺すような仕組みなので、担い手しっかり、まあ、設定しつつ、その計算量に膨大、まあ、応じるようなインフラ整備という意味では、官民連携して具体化する、まあ、その際にです、ね、生活者へのサービス提供の観点も重要、まあ、災害支援の観点も含めてしっかり 進めていいたただきたいという声等々もいただいておりますというところでまあ今後の策定に関してはですねやはりその最初にしっかりその小さな点をまあ大きな点にまあその粒感を大きくしていくという意味ではしっかり社会需要性に配慮しながら先進的な自治体の自治体や企業からまあと 始めつつですね安全性を考えて、要するにその失敗のレピテーションリスクがないような形で広げながら、最終的にはしっかりその経済性に配慮して、自走できるようにというところ、それに対して、ですね官民の負担割合というところで、短期は政府が中心に、中期しっかりバランス取りながら、最終的に長期しっかりその自走できるようにというところを目指していくことが大事ではないかと。 でそれに対して、その計画策定としてしっかりですねこの面としての整備の基準をはっきりさせていきたいということでありますと、それに対して、今度はインセンティブ、エンフォースメント、それからモニタリングというものはあります。特にですね自動運転サービスに関しては、物流等々でコストでペイするようなところから、またドローンはですねなかなか現時点でも、中長期的にもコスト、単体でペイすることが難しいということであれば、官民連携して、 非常時の買い上げ等々も含めてですねいろいろ考えていくべきではないかというところ、それから当然ながら KPI、KGI、しっかり説明して設定してですね策定された計画が。 自走、まあ、できるように指標を設定することが重要ではないかというところで、えー、一応、その説明としては最後のものですね、関連する取り組み、これ、あくまでもですねそ斎藤理事長ご指導いただきながら、えー、IPADADC の活動を中心に差し上げてますけど、これをですねこのデジタル田園都市、あるいはスマートシティ等々にですね、重ねていくと、えー、今あるものがですね、まずスマートビルというものは、まあ、その、えー、デジタル社会の構成要素として、 スマートホーム、スマートビル、それからその構成要素間の関係としてスマートモビリティ、これがですねさらにそのデジタル完結のためのデータ連携基盤を含むようなインテリジェントコントラクト、こういう観点で,ですねデジタル社会の全体を見ながら、このですねモビリティ感を、あるいはその AI 社会実装のために。 3次元空間のデジタルインフラ、これを進めるためのですね官民連携のためのイニシアチブとしての裏の成功システムという形で現在取り組んでいるところでございますと。 いうとこころで、えー、これがです、ね、あのエコシステムというのは、もともとこのデータ連携が典型なんですけれども、まあ、例えばバッテリー規則対応に関しても、こう自動車や電池というものの業界を横断する、そういう意味ではこう業界を横断するようなこうデータ連携の仕組みが必要で、でこれに関してです、ね、しっかりその業を横断した所管家と産業界の会話の場として、IPA、えー、IP DADC を設定して、ここで,です、ね、設計と準拠というものを進めていると。 というところで、ええ、経産省からの説明以上でございます。はい、ありがとうございます。じゃ、続いて自動車課の京都さん。はい、経済産業省自動車課の京都と申します。よろしくお願いします。あの、今、ご説明あったように、あの、デジタルライフラインの議論。 といかにこれまで進めてきている現場の実証ですとか、それから関係省庁で協力してきたことをいかにリンクさせていくか、連携するかという視点で取り組んでいきますよというご説明を申し上げたいと思います。えー 紙そのままですと時間もしてますし、それから釈迦に説法の部分多いですので、コンパクトにご説明いたしますけれども、まず初めに、我々の今回、モビリティ DX 室という名称で初めて参加させていただきましたけどこれまで ITS 自動走行推進室と申してきました。これは自動走行させるつもりで各種取り組んできたわけではもちろんございませんで、社会課題を解決する、それから 同時に世界での競争に勝っていくためにあの自動運転も必須だという考えで取り組んできておりますので、まあ、あのその、えー、名がたいを表すようにあの今回7月からあの、えー、名称を変更させていただいているところです次お願いします。 今申し上げたようなことを取り組んでいくにあたって、ですね基本的な状況の認識っていうのは、これまでもご説明してきたとおり、車ソフトそのもののソフトウェア化、デジタル化の加速ですとか、それから社会課題に対応するためには、ですね新しいサービスを構築しなければならなくて、技術ではなくて、ですねサービスを構築しなければならない、それからそのためには、先ほど来、関係省庁からもご説明いただいてますけれども、インフラ、それから法令を含めたですね、 作り替えが必要になってくるということで、皆さんにもご協力いただきながら、やってきてきいるところですす次お願いしますこれもすべてが当然、重要なことを記載させていただいてますけれども、特に先ほどの議論にもあったようにですね、 例えば、手動運転から自動運転にあの完全に切り替えていくということではなくて、左側のところで申しますと、安全かつ円滑な道路交通の2つ目にあの交通渋滞の緩和と書いてますけれども、これ、すべてを自動運転にしなくてもですね、一定のペースできちんと、 先の交通状況を予測してあの加減速していくような車が混ざるだけでもですねあの社会課題の解決にはもちろん貢献できるわけですしそれからあの運転する喜びみたいなところもですねあの自分で運転したい人にもですねあの真ん中のところになりますけれどもあの多くの人が快適に移動できる社会この,あの上のところに書いてますけれどもあの快適性が向上してあの楽しく運転できる人が増えていくですとかそれからあの右側の産業競争力向上関連産業と書いてるところですけれども その個別でバラバラのサービスが散在しているのではなくて、1つのお客さんが求めている結果を出すための各種サービスが連携するといったようなこと、それから直接運転とか交通ということだけではなくて、運輸物流業の効率化によって、皆さんの社会がより良いものになっていくというようなことについて取り組んでおりますと。次はあの一旦飛ばしていただきまして。 4ページ目ですけれども、こうしたことで,です、ねあの、できるところからなるべく早期にという考え方で、あの私ども取り組んできております、つまり、その複雑な交通環境が想定されるあの自家用車、どこでも走るような自家用車をあの初めに手を出すのではなくてです、ねあの、走行条件の絞り込みが容易なあの商用車からあの、レベル4というあの自動運転を先行実装するべくあの、プロジェクトを進めてきております。あの 最初にご指摘があったようにです、ね、まあ、サービスカーからだと認識しておりますし、あの小型モビリティ、スローモビリティというご指摘もありましたけれども、あの後ほどご説明しますが、あの福井県の永平寺ではあのカート型のものがこ今年からサービスを始めております。あとでご説明いたします。あの5ページ目と6ページ目はあのご参考ということであの飛ばしていただきまして、7ページ目ですけれども。 今お話ししてきたような前提があってからあの技術の話ということでございます。あの前回の議論、あの拝聴しますとです、ね、あの自動運転だけで交通社会を形成しているわけではなくて、あの周辺の交通参加者とか、それからあの公共のインフラをこう共有しながら、あの周辺の交通参加者と一緒にこう交通ルールを守っていくというようなことがあの大前提なわけですけれども。あの ここで取り組んでおりますのは、その技術オリエンテッドなところではなくて、そうしたこう自動運転の車があの行き交う将来を見据えて、まずはあの、えー、下のところにあるテーマ1と書いてます、左上のところですけれども、まずはレベル4であの移動するサービスをとにかくまず実現すると。 これはですねあの、狭い、非常に限定されたところを、あのものすごく遅いスピードであの進んでいるじゃないかというご指摘もまあ,あるわけですけれども、これはあの技術的な達成だけではなくてですね、あの 大変多くの,その許認可にかかる期間ご協力をいただきながらこれ新しいあの、えー、やり方をあの開発したわけですけれどもあの開発したというのはその、えー、許認可のプロセスも含めてです、ね、開,開発したわけですけれどもあの多くの知見が蓄積されてで今もまさに日々あの、えー、視察を受け入れてましてあの各地の,あの警察さんですとかあの 関係の機関の視察を受け入れて、知見を共有し続けているという重要な一つの最初の例ということになります。これだけではなくて、当然ですけれども、青い三角の矢印で示してますけれども、例えば走行するエリアですとか、それから車両の種類を拡大していく、そして左下のテーマ3とありまして、今、デジタルライフラインの議論でもありまして、後ほどご説明しますが、物流のシステムですとか。 それからあのどちらもそうなんですけれども、あの人も物も,もそうなんですけれどもあの、ゆくゆくは混在空間に対応していくためのインフラとの協調、何があ必要なのかということを議論しております。次お願いします。あのも,うもう一度、あの詳細といいますかあの、重ねてのご説明なんですけれども、その福井県の永平寺でレベル4を達成しましたということなんですが、これ、あの繰り返しですが、あの 非常に限定されたところでゆっくりと電磁輸送性に従ってあの走っているという,こうあの技術的な観点だけではなくてあの多くの,その知見を今も生み出し続けているということが最も大事な点でありましてこれはあの私どもにとって非常に重要なあの一つ目の例でありますということです。次お願いしますあのできることからなるべく早期にとあの先ほど申し上げましたけれども。あの まさに初めに挙げた社会課題に貢献できるのは自動運転という技術ではあるわけです。そのためには、これも初めに申し上げましたが、左下にあるハード、ソフト、ルール、すべてにおいて調整や議論、研究開発が必要になってきます。次、お願いします。この議論非常に大きな デジタルライフラインという議論の中に含めていただいておりますけれども、そのいかに関係省庁と一緒になって、それから官民で一緒になって、あの中身の議論を込めていくかというところが、あの私どもがまさに貢献していく部分だと思っております。次お願いします。まさにあのそのどうやって貢献していくかというところなんですが、繰り返しですが、あの技術によって立つのではなくてですね、どう使われるのかとあの。 いうことを考えていかなければならなくてあのあ、水色のところの2つ目の文章に書いてますけれども、各所と議論することによって具体化予定としておりましたけれども、これをですね、まさにデジタルライフラインの議論を関係者全員で使い切っていくつもりで、えー、せっかく広く集まった方々と作り込んでいきたいというふうに思っておりますあの。それで、これまで進めてきた議論のメンバーと、このデジタルライフラインのメンバーというのはまた少し違ってくるわけですけれども、あの これはですねあの、まあ、対はなくてですね、ひとえに、ー、それぞれで良いものを作った上で連携させていくいことをあの目指してあのメンバーに集まっていただいているということでございます。次、お願いします。で実際にあの取り組んでいる内容はあの、細かな点がたくさんありますけれども、特に重要なのは、えー この表のですね一番左の,あの端の縦の列をご覧いただきたいんですが、24年度から25年度のところであります。あの私ども、このもともと取り組んでいるあの先ほどのスライドでご説明したテーマ3というところなんですけれども、これはあの25年度末までやっていきたいと思っております。そこであの実際にあのレベル4の自動運転トラックをあの高速道路で実現するということにしておりますが、ここの25年度、24年度と25年度がですね、 既存のプロジェクトとこの デジタルライフライイフンの議論がちょうど重ななる部分になってまいります特に重要だと思ってましてあの6月の,その第1回の、えー、実現会議の際にも伊佐座長からもご指摘をいただきましたけれどもあの何もこの L4 レベル4のためだけにあのインフラが整備されるということにならないように公、ね、益を最大化するように、えー、しなければならないというご指摘がありましたけれどもそういった観点もあのまさに、えーこ,のえー、これまであの産業界と,とともに取り組んできたあの 業をあの所管しているかとしての,あの貢献のポイントだと思っておりますし、それからあの今日まさにご指摘もあった、そのユーザーの使い方をあのどうするのか、あのニーズをこう吸い取りながらというところはですね、えー、この左側の、えー、実証実験と書いてあるあの下の方の事業っというあたりをご覧いただきますと、あの ええ、物流運送事業者なども参加していただいて、あのニーズを吸い上げながら、伴走しながら、あのインフラと車のあり方を考えていくということにしてます。ここ、あの鶏卵の議論になりがちなので、そうならないように踏み込んで進めようとしてきたわけですけれども、あの、そういった観点でも、このデジタルライフラインの議論っていうのは非常に追い風とさせていただけると思ってますので、あの皆さんのご協力を得ながら、あの、しっかりと貢献して、我々もその、えー、既存のプロジェクトを含めてですね、あの、活用していきたいというふうに思って、あの。 ます。以上です。はい、ありがとうございました。それでは最後になりました。けれど、国土交通省からお願いいたします。で、はい、国土交通省のモビリティサービス推進課でございますえ、本日すいません。そ川あの後ろの時間の関係で、あのオンラインで参加させていただきます。私の方からリーデザインについて説明した後に、自動運転について自動車局さんからご説明をいたします。次のページをお願いいたします。 本日の構成でございます。私の方からリデザインに基する新たなモビリティサービスの推進、マウスも含めてご説明した後に、ジェロ社客さんの方からご説明をさせていただきます。次のページお願いいたします。また次のページお願いいたします。 地域公共交通の現状でございます。社会に説法でございますが、あの人口減少により長期的な利用者の落ち込みが深刻な状況になってございます。新型コロナの影響により加えて一気に10年以上時間が進んだとの見方もあるほど深刻な状況でございまして、あの特に一部のローカル鉄道は大量輸送機関としての特性が十分に発揮できない状況でございまして、対策を講じることが必要であるというふうに考えております。次のページお願いいたします。 このように、現在多くの交通事業者の経営が厳しい状況にございますので、需要の減少というのは、交通事業者の経営努力のみでは避けられないという状況になってございます。このため、交通分野だけで取り組むのではなく、官民をはじめ、地域の多様な関係者の連携、共同を強化し、地域公共交通をリデザインすることが必要であるというふうに考えております。 こうした考えのことを中村先生からもご説明あ,のありましたとおり地域公共交通部会でもご議をいただきまして本年の6月にデザインに向けた考え方が取りまとめられました。 自動運転であるとか、マウスなどデジタル技術を実装する交通 DX というのは、交通分野における利便性向上などを進める起爆剤となる可能性があるというふうに考えておるとともに、地域住民も含めて様々な関係者が競争をして、地域公共交通を持続させようとする取り組みを通じて、地域共交,交通のリデザインを進めてまいりたいというふうに考えております。次のページ、お願いいたします。 こうしたリデザインに接する新たなモビリティサービスを進めることが必要となってきておりますまずあ,のあらゆる交通モードを統合しまして宿泊観光医療福祉教育分野との連携により移動手段サービスを 化価値化させるマウスというのは、まさに官民をはじめ、地域の多様な関係者の連携、共同を強化させる、競争というのを促進するものであるというふうに考えており、このよあのマウスの考え方、取り組みについては、全国各地で課題解決のための取り組みが進展しております。 また、AI オンデマンド交通であるとか、超小型モビリティ、自動運転などの新型輸送サービスに含まれるものについては、各地域において多様化している移動ニーズにきめ細やかに対応するために活用を促進することが必要不可欠であるというふうに考えております。また、他分野との連携したマウスであるとか、新型輸送サービスにより得られる交通分野における移動関連データーの分析、活用により、交通と一体となったま手続きやインフラ整備が期待できるというふうに考えております。 そのため誤所ではマウスとともに自動運転をはじめとする新型輸送サービスの推進、多分野との連携、当該データの利活用というものに取り組んでございます。次のページ、お願いいたします。そしあの日本版マウスの進展を進めておりまして、次のページ、お願いいたします。ユニバーサルマウスという考え方で取り組んでおりまして、 都市と地方、高齢者、障害者等、同福のすべての地域、すべての人が、新たなモビリティサービスを利用できる仕組みとして、日本版マウスの取り組みを進展させてございます。あの、そにご存知のことと思いますが、関西では関西万博の開催に向けて、万博アプリ等々を連動し、観光情報を深くする関西マウスの取り組みが進められているとともに、あの九州広域でサービスを提供する九州マウスの取り組みも進められております。 これらは移動の利便性向上はもちろんのこと、交通以外のサービスとの一体化による移動需要の創出により、地域公共交通の維持活性化など、地域が抱える課題の解決に貢献することが期待されているものでございます。こうしたマウスの取り組みについて、広域化、さらなる多分野との連携というのを進めてまいります。次のページをお願いいたします。 マスについてあの基礎の取り組みが進んでおりますけれども、さらなる広域化を図るためにはデータ連携の高度化が必要でございまして、2020年6月にあのデータ連携の高度化に向けた検討会の取り組み方が行われました。すでに取り組みが進んでいるところではデータ連携を進めるとともに、中小地方部事業者等のデータ連携希望者を取り残さないということが重要であるということが確認されたところでございます。次のページお願いいたします。 そのため、令和4年度からですね、広域に複数事業者が連携可能な一定のエリアなどにおいて、デジタル庁と連携をいたしまして、データ連携基盤の実証実況を行っているところでございます。一定のグループ内でデータを連携するための基盤、その後、当該基盤と他の基盤とを連携するための連携を構築、また普及していくことを目指してございます。次のページお願いいたします。 まずのみならず、あの新型輸送サービスを用いた取り組みということを進めることが重要であるというふうに考えておりまして、次のページをお願いいたします。こうしたあの交通事業者だけで解決する課題ではなくてあの、地域の社会的課題解決を一体的に推進するということを、あのデジタルを活用しつつ、競争を進め、リデザインにかかる取り組みを進展させたいというふうに考えております。 競争プロジェクトとして推進しておりますのは、例えば AI オンデマンド交通について、交通不便地域で買い物を含めた高齢者の移動手段を確保するために、AI オンデマンド交通を用いて取り組みが進められております。また、グリーンスローモビリティについて導入とショッピングセンターでのクーポン配布等により利便性向上と外出促進という課題解決に資する取り組みが進められております。 このように新型輸送サービスと地域との競争を一体として進めることで、地域の国交交通を交通事業者だけの問題として捉えずに、新たな技術を活用して解決する取り組みを今後とも進めてまいりたいというふうに考えており、新たな会議体もございますので、連携して進めていきたいというふうに考えております。では、自動車局さんから新型輸送サービスの自動運転についてご発表をお願いいたします。 国交省自動車局のコボでございます本日はこのような機会いただきどうもありがとうございます私からはですね、自動運転についてお話をさせていただきます本日お時間の関係もありますので地域限定型の自動運転についてのみお話をさせていただきます次のページお願いいたします自動運転技術の現状と目標というところはご覧の通りでございます 自家用車についてはレベル3を実現、移動サービスについても各所長の皆様からお話しあったかと思いますけれども、本年5月、閉じ所でレベル4ということで実現をしております。今後はです、ね、このレベル4というのを加速させ、全国にです、ね、自動運転の移動サービスを拡大、普及させていくべくです、ね、関係省庁を連携して取り組みを進めているところでございます。次のののページおお願いいたたししまます関係省庁の皆様からお話ありましたので 詳細は割愛させていただきますけれども、国交省としましては、車両の安全面を見ておりまして、本年の3月30日にですね運転者を必要としない、いわゆるレベル4の車両として、ですね平治町の車両をレベル4の認可を実施させていただいたところでございます。その後、あの警察庁さんの特定自動運行の許可等を経てです、ね、5月21よりサービスを開始しているところでございます次のページをお願いいたします。 全国でですね、まあ、永平寺町に限らず、ですね全国各地で実証実験、自動運転の実証実験というのは行われているところでございます。さまざまな走行空間で、さまざまな事業者により、さまざまな車両でですね多種多様にですね全国各地で実証実験というのが行われているというのが現状でございます次のページお願いいたします。 そういったです、ね、実証実験、いろいろと全国各地で行われていますけれども、いろいろな課題というのも見えてきているというふうに認識しております。 まず1つが安全性の向上というところでございますけれども、まあ、車両の技術だけではなくて、ですねインフラですとか道路を含めて、ですねどういった走行で走っていくのか、どういった形でトータルで安全を確保していくのかというところは、1つ大きな課題かというふうに認識しております。 2つ目が地域の理解というところでございますが、どういった形で,ですね自動運転車を走らせていくのか、交通ルールを守るという前提のもとにおいて、どういった形で走らせていけば、地域の皆様の理解を得られていくのか、そういった社会需要性の面というのも非常に大きな課題と認識しております。そして3つ目、持続的に自動運転車を走らせるためには、事業性、採算、どうやって確保していくのかというのは大きな課題と認識しております。 レベル4の自動運転のように1対 N で監視ができるというところで、N の数をどんどん増やしていくという考え方もあるでしょうし、当然、自動運転だけではなくて、自動運転者を走らせることによって、どういった社会的便益があるのかを評価していくというような考え方もあろうかと思っておりますけれども、現状ではまだまだ事業モデルというところは、確立はできていないかと認識しております。 でこういった課題ですけれども、われ我々としましては、まだまだ走行経験が非常に少ないものと認識しております。単発で終わる実証実験も多々あると思いますので、なるべくです、ね、長期に自動運転車を走らせて、課題を見つけて解決していくということを目指していきたいということで、国交省としましては、実証事業を取り組む自治体に対する支援というのを実施しております次のページお願いいたします。 実施の概要ですけれども、昨年度から自動運転の支援というものを自治体さんに実施をさせていただいておりまして、昨年は主に4件、実証事業の支援をさせていただいているところでございます。今年度につきましては、支援地域、大幅に拡大をし、全国各地で,です、ね、実証事業というところを展開をさせていただこうと考えておりまして、現在、公募、明日締め切りでございます。私からは以上でございます、はいまありがとうございました あのもう45分なんで申し訳ないんですけどあのー、もし何か言っておきたいっていうことがありましたらこの言い方しましたけど遠慮なさる必要はございませんのでお願いしますいかがでしょうかあ須田先生で挙げられましたですねお願いしますあはいはいはいあの東大の須田すみません今日はちょっとあの前後の関係から オンラインで参加になりまして、あの今日今日はあの非常に、えー、有意義なお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。えっと、あの私もいろんな、えー、立場でいろんなことをやってますんで。 中村先生にしろ、山本さんにしろです、ね、あと、各省品さんの話、かなり深く関わってるんで、ちょっと個別のコメントっていうのは差し控えさせていただくんですけど、ちょっと今、その最後、お話を聞いて、ですねちょっと本当感じたことをですねちょっとご紹介すると、やっぱりあのオーナーカーで、ね、こうやっていくという話と、やっぱりサービスカー、公共交通。 とというこ、ねえー、SIP の2期のときのあの図ですよね、ああいうような形で,です、ね、やっぱりあのその公共交通のリデザインっていう話とです、ね、やっぱりオーダーカーっていうのは、これをうまくです、ねまあ、このどういうふうにマ、えージ、えー、するのか、あるいはこう,うまく仕上げるのか、そこらへんの話がです、ねえー、結構重要だなというふうに私は思いました。 あの中村先生はどちらかというと公共交通的な話で、山本さんの話はそのお腹ですよね、メインというとね、それで館長さんの話でも、総務省さんの方はどちらかというとやっぱりお腹志思考の話になってますし、サービス化って言いながらですね、やっぱり最終的にはですねあのインフラ協調とかしていくとお腹を視野に入れていかなきゃいけないよねと。 そういう話になります。それデータについてもそうですよね。ということなんです、そこら辺をですね、をう,うまく仕上げる必要があるんじゃないかなと思ったというところです。それとあともう一つ、これ、ね、で多分ヒアリングがこれで今日で最後なのかもしれませんけど、えっと、関係者としてです、ね、やっぱ鉄道を含む公共交通事業者とかです、ね、と先ほど山本さんのところにも話出てきました、あの道路交通情報センターとかですね。<laughs> あと、E. T. C. 関係ですね。そこら辺の話っていうのが。ちょっと、あの関係者から出てこなかったなと思ったんで、ちょっとそこら辺を。どう、どういうふうに、取り入れるのかなというのを、になったというところでございます。まあ、私からは、まあ、以上でございます。あの、すみません。あのコメントということで、お願いします。はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。皆さん、早く、お昼ご飯食べたい。<laughs> やめようということのようですがいかがですかねはいどうぞ 新しいモビリティについては日本にとって新しいかもしれないですけど、皆さんご存じのとおり、やっぱり中国、アメリカと含めて海外でもまあ同じような車が地域の中で実装されていると、米平寺も非常に参考になる事例だと思い日本の中ではという話もありますが、やっぱり海外ですでに走っているところもありますし、こにデマンドっていうと2013年くらいからどういうことが課題で、既存のバスとか地下でどう連携してし、すい育、どう入れてっていうところ、いろいろ試行錯誤されているところもありますし、コロナの期間、いろいろ進んだところもあると思いますので、 ちょっとぜひ、1回海外の事例ですとか、そういうところ、過去のものもそうですし、現状どうなってるかっていうところも、このロードマップを考える上で非常に参考になるんじゃないかなと、データの部分については、さまざま、ションさんとか、経産省さん、IPA さんまで調査されてると思うんですけど、どうやってユーザーのデマンドとモビリティのサプライを強調させるか、モビリティ同士の連動をどうするかというところについては、ちょっと海外から学ぶところも、ただ先にやってるところもありますので、ぜひそういうところも、このロードマップの中なのか、s a p の中なのか、 わかりませんが、ぜひ参考にできればと思います。そういうところにちょっと我々も貢献できるわなと思っております。以上です。あの、本当に長時間ありがとうございました。えっと、次回ですけれども、九日。まあ、ちょっと自信ないですが、1週間くらい前に何がしか。当日資料のベースになるようなものをお見せをできればと。 であ,のあくまでも今回の研究会の目的はそれぞれの項目に結論を出すことではなくて議論すべき項目を整理するということで今日あのご説明いただいた各所の取り組みもちょっとどう一覧にできるか悩みながら聞いてたんですけどあのまだロードマップという形ではないですがあのちゃんとリスペクトしてきちっと入るようにしたいと思いますしそれを並べてなおこれまで出てきた議論の中でやっぱりちょっとこう検討がぐっと具体的に進んでいるところもあれば ここ弱いよねっていうところもあればここは定番だけど相変わらず出ないよねっていうところもあればやっぱりちょっとそ,その辺をですねあのうまくバランスよくこんなところが大事な検討項目じゃないかっていうところがきちっと見えるっていうのがこの研究会のゴールでございますのであの勝達にご議論いただくと次回研究会で最終取りまとめて最後はあの石田先生に預かっていただく研究が相当されはするんですけれどもあのぜひそういった視点からですね こんな議論もとか、あんな議論もとか、あと今日、各省さんに十分ご質問させていただくしか、あまり取れなかったので。もしあの、まあ、もう半分くらい関係者だと思うんですけど、あの、重ねて聞きたいという話が、もしこの場を通じてあれば。あの、われの方でご紹介して、各省さんに、あの、ご紹介させていただきますので。何かあれば、ぜひ遠慮なく、よろしくお願いします。以上です。はい、あの、どうも、ありがとうございました。あの、今日、あの、各省さんから、あの、ご報告いただきまして、あの。 話がの具体性のレベルが随分上がったなっていうあの気があのしました。でそれとともにですね今日もそうですけれども本当にどっから始めていくんだろうかとあるいはそのためのみんな元気が出るための需要側って本当に真面目に考えないといかんよねみたいなそんな話も出てですねあの あの今日の成果っていうのは非常に大きかったんかなというふうに思いますでこれ本当に頭出しだけすればいいんですけどそれでも大変な作業だと思いますけれどあの事務局の,あの方にも頑張っていただきつつ でかつ委員もですね、あの今日だけじゃなくて、今日時間ありませんでしたので、ぜひあのそういうアイデアをですねあの、事務局にお伝えいただくと、非常にありがたいですし、嬉しく思いますので、よろしくお願いをいたしまして、すみません、すごく長いに20分超の超過になってしまいまして、お昼ご飯どうあの食べるんだろうかということもありますけれども、これぐらいにさせていただきたいと思います。ありがとうございました あ、すいません。えっ、ー、と皆様、本日はあの大変貴重なご意見ありがとうございました。あの統括官からお話をいただいた通りでございまして、あの取りまとめ、あの事務局でどこまで頑張れるかっていうのはありますけど、あの次回8月9日15時から予定しておりますので。 あのその1週間ぐらい前には何がしかのものが見せられればと思っております。で、あの確証さんもですね。あの今日、急にあのご同席いただいたところもありますけど、取りまとめにあたってその重要な時期になっておりますので、あの合わせて色い々ろいろご相談させていただきたいと思いますし、あの最終回できればあのご同席いただきまして、あの引き続きの議論などあのお手伝いいただければと思っております。あの、本日はありがとうございました。